大輔、はい、これはあの僕が小学校6年ぐらいの話なんですけど、うん、うちのお父さんと僕ではずっとボーイスカートやってたんですね、うん、で2人でキャンプ行こう言うて京都の山奥キャンプ行って、うん、まあ一泊して帰ったんですよ、うん、雨降ってきたんで、うん、でなんかこう楽しかったなとか言うておとんとこう車で走ってたら、うん、前に車があの山に落ちかけてたんですよ。えらいこっちゃ。でやばいと、これ大輔助けるぞと、うん、でお父さんとバー降りて行って大丈夫です、うん、あの僕手伝いますから言って、うん、ほんで大輔後ろ行けと、うん、でお父さん前を押すから言って、うん、一斉の腕でこれ行くぞ言って、すいません言って向こうの人も、うん、変な行きますよ言って、うん、行くよ言って、せーのウィビビ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 、うん、行くよ、うん、せーのウィビビビビビビビ言って僕も後ろから押してたんですよ、うん、ほんなら次の行くぞせーのウィビビビあー言ったんですよ親父が、うん、ほんでなんやと思ってパッて見たら、うん、親父のここから煙がブワー出てるんですよ、うん、シューって、うん、ほんでパッて見たら、うん、あの前輪駆動やって前輪駆動のタイヤが前でキュリ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 なってて親父の膝そこにガーつけてキュリキュリキュリなってうわー言うたら煙ガー出て前輪駆動かい言うたら言うといてくれよって言ってもうボロボロですわもうズボンのボロボロボロええおっちゃんやな。でもねおっちゃんですけどかわいそうでしたよ。かわいそうやな。こんま無視しといたらそんなことなれへんかったんやけどな。人はいいばっかりに、はい、じゃあいきます。ファヤブ、僕の妹がですね、何年か前に結婚したんですけども、名古屋の松川屋老舗という、まあ、おまんじゅう屋さん、大きいとこなんですよ。百貨店とかにも入ってるすごい大金持ちのところに嫁ぐことになったんですよね、で、あ、やりよったなと思ったんですけども、うちとしてはちょっと大騒ぎじゃないですか、僕その時漫才師だったんですけども、全然売れない漫才師、名古屋には名前轟いていない、髪の毛もアホみたいな金髪にしていると、ちょっとこう妹にこう恥かかすなと、向こうの旦那は言えばもう伝統芸能のなんか、クラブに入っててみたいなことになってるし、もう全然ちょっと家柄が違うんですよ、ね、うわこれかなんなと思った時に、あんた式出る時は略礼服着いやいて、おかんに言われたんですよ、略礼服って何やねん言ったら、普通にスーツで行くんやろ若者は、ちゃうねん、ここがちょっと太いやつあるじゃないですか、おじさまが結婚式と着てるこうビロビロの、はいはいはい、そんな感じのこの襟のところのやつがあると、そんなんでいかなあかんの、それを略礼服と言って、そうなんですか、でそういうのはもういかなあかんね、そういうの失礼になるって言うたから、僕それちょっと嫌やな思ったんですけど、まあ妹に恥かかしてはいけないということで、ほんじゃまあ分かって行くわ、で親に金もろって、ほんで買いに行こうかな思ってバーって行ったらですね、百貨店とかってちょっと高いんですよね、まあ、ちょっとお前どうせ多分この時しか着いひんから安いの買おう思ってバーって行ったら、もうここの紳士服どうやって生計立ててんのやろっていうぐらいのこう静かな紳士服屋さんあるじゃないですか、大阪の下町ですから、まあ、そこに見たら略礼服19,800円とかあったんですよ。あ、ちょうどええかな、これ行こう、すいませんって言ったら、あれ、どないしたん兄ちゃん、略礼服欲しいんですけど、あ、珍しいな、略礼服いうのはな、もうどんなところでも行ける、観光総裁全部行けるで、最近若いやつ着いひんけどな、お前そんな、なんでそれいるねん、いや、妹がこうこうこうで、こういうことで、あ、そうか、それはもうな、恥かかしたらあかんな、お兄さんとして立派や、よっしゃ、俺が見たろうで、バーってやって、これでどうですか、あ、ほんならな、日曜日やろ、結婚式は、その時金曜日やったんですけども、ほんまやったら、明日もう一回取りに来てもらわなあかんけど、妹さんのためや、うん、お前1時間どっかで飯食うてこい、俺がちゃっちゃってやってやな、裾バーってやっとったるかな、めでたいから俺やっとったる、あれなんです、飯食いに行けって言って、僕も食べてたからちょっとお腹いっぱいやったんですけども、まあまあね、そこは食べてきますとは言うて、でまあ本屋で貸しを見せて、ちょうど1時間ぐらい経ったかな、帰ってきた、お食うてきたか、はい、まあ嘘つきながらよっしゃこれできたぞ、妹さんによろしくな、立派な結婚式あげたるよ、わけわからんこと言われて、あ、わかりました、ほんで僕はまあ帰ってきたんですよね、ほんでこうできたから、うん言って、ほんでまあ親とか先行くじゃないですか、で僕は近鉄電車というのに乗って一人だけ遅れてこうパーって行ったんですね、ほんだら小屋武家控え室みたいなとこ、あ、ここで着替えるの、いや着替えるのはな、5階のところにちっちゃいところあるからそこで着替えといて、もう大安の祝日ですからもう大きいホテルに人ぐわおるんですよ、あ、分かったわ、全然まあ着替えに行くと、ほんだら5畳ぐらいの狭い部屋に、そんなんあるって知らんかったんですけども、細長いこう鏡が姿見がこう3つこうあるんですよね、僕入ったらおじさまたちがこう着替えてるわけですよ、はいはいはい、あ、こういうとこ着替えにはへえと、でこっちにおじさま、こっちにおじさま、1個空いてるから僕着替えようもってバーって全部脱いで、シャツ着た、ネクタイ着た、かかってる順番で普通ズボンやのに、なんかさっき上着たんですよ、
うん、で上来たなんかパンチで変やなと思いながら次ズボンパッて履いたら半ズボンやったんですよここで消えてたんですよここででそれが半ズボン用にシュッてなってるんじゃないから、うん、こういうので切ってるかもふわ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 してるもう一瞬わからんくってパッて履いた時にあれってもう目の前銀色やったんですよ銀色ってよでパッて見たら長ズボン長ズボン半ズボンやかんわなうわどうしよう思って完全に半ズボンで裏クリってなってグワ抜いたんですよてめえそれ何やねんそれどういうことやねんと考えてるんですけどもう式始まるからそんなん言うてられへんと言うてられへんとどうでもええとおっさんの腹立つ顔とかも思い出しましたけど今おっさんとりあえず置いとこう思ってこの半ズボンどないしたらええねん半ズボンで出ようかいやそれもあかんとかもうおかんやおかんしかないって電話してもうおっさんとかもこうあってなってるんですよでもそれもうはずいとかもそんな関係ないおかんとあのな略礼よく半ズボンやねんおかん何言ってんの長ズボンやからいや違うやその長ズボンが半ズボンやねん何をわけわからんあんたもうとりあえずおいで言ってわかった言ってほんでもうその来たままブワーって行ったんですねほんでエレベーターこう待ってたらもう子供たちが来てキスキスキス笑ってるんですよまた画面画面そんなもん関係あるやんお前関係あるなんやお前ちょっと子供に面識行ったりとかしてたらでエレベーターブワー降りてったらもう100人か200人ぐらいこう大きいロビーに人おるんですよ何階上もあるからそこを抜けないと小籔家控室行けないんですよねエレベーターの隙間からこの人見ながらうわここ行くんかちょっと恥ずいな思ったんですけどもう時間もだんだん迫ってるとほんでもうサササササって泥棒みたいな感じでサササササってこう早く行ったんですよねそしたらうわ半ズボンや半ズボンやってドバーンって言ってるんですよめっちゃ恥ずいなってそれともうまたでかいから目立つぞ相手方の親戚に見られたかなと思ってうわ見られたないなと思って小籔家控室なんとかやってバッて開けたらもうおっさんとか親戚のおっさんドカーン笑うて半ズボンでこれかいやちょっと待ってくれといやおもろいのは分かると意味分からんの分かるけどもう笑うんちょっとやめてよってみんなもう女お前なんか和豊が半ズボン履いとったのがそういう風に見えてくるわってもうお年玉くれたおっさんとかもだんだん腹立ってくるそう今までの思い出は関係ない何笑ってんだお前みたいな親戚に満金で面識来た時あの時しかないですよほんならおかんが向こうからファー来て、うん、あんたそんなんだから言うたやろ一回来とけ言うていやその今言うてもしゃあないやんけそんなもんもう半ズボンやろいや半ズボンがおかしいやんけで俺に言うてもしゃあないやんけとかでわーっておかんと揉めてたらその親戚の中での一番長老的なおじさんが貸し衣装があるかなって言ったんです渋っでほんだら俺とおかんがいやだからそんなんなって一瞬にしてこうお花畑の世界になってまとまったやんビッシーよかったそうやわなるほど、ね、貸し衣装やわ言うていこうかな思ったらまた半ズボンのままさっきのロビーで通らなかった戻らなかったうわどうしよううわしゃあないコソコソコソって言ったらほ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 らってドカーンなってましたよ一回通ってて半ズボンおったで嘘つけそんなもん半ズボンなんかおるわけないやおんねんでほら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 って笑い倍になってるんですよほんで貸し衣装のところ行って、まあ、借りて事の際はいたんですけども上と下がちょっと違う微妙な黒の違いでお写真を撮ったというのなんでも間に合いましたですけども何なんだろう何やろう後から電話したそうすいませんって半ズボンやったんですけどなんて言うんかなと思ったんですけど木の上おっちゃんだあそうですかすいませんってタメ口だったのもうすごい敬語で申し訳ないすいません半ズボンですかすいません申し訳ございませんもう全部上も持ってきていただいたらさらに買えますんですいませんいやいやほんまに式終わったんでねいやいや本当にもうすいませんでした申し訳ございませんでもどうしてこんなこと起こったんですかね知らんがなそんなことなんでお前が俺こっちに疑問なんだなんででしょうねって言いましたけど僕結局行かずままでねその質問は腹立つなすごいなぁ辛かったですいやー滑りませんねやっぱりすごいみんなすごいなこれなんやろあこれはもうキムに行きますかねそうですねはい、はいもうあんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども7年8年前ぐらいです、ジュニアが東京来て、まあ、ちょっとしたぐらいの時期であの子、まあ、その暇やったんで、みんな仕事も、はい偏ったりとかしてたんで結構昼間からずっと遊んでたんですね、はい、これ松本さんと、うん
僕とジュニアと3人の時の話なんですけど、まあ、松本さんの車で家集合して、はい、で僕が助手席乗ってジュニア後ろ乗って、まあ、ラーメンでも行こうかと、はい、1時2時ぐらいに、まあ、ラーメン食うて、まあ、大体の予定がラーメン食うて、まあ、お茶飲んでなんや買い物みたいなしてで、まあ、晩飯もなんか食べて、まあ、解散しようかみたいな感じが通例やったのね。で、まあ、ラーメン食べてでアイスコーヒー飲みたいな言って、いいですね、サテン行こうか、あのサテン行こうかって言い張る、はい、どこですか、あの原宿のや、うん、原宿の座店、うん、前行ったや3人でこのメンバーやちょうど、うん、半年ぐらい前かなって松本さんが、あどこですかね、ジュニア分かる、いやちょっと分かんないですね、うん、いやいや、まあまあ近づいたら分かるわ、あーそうですか言ってバーッとなんか原宿の駅の横の方のちょっと R がついたとこ、ここで止めてちょっと入ったとこや、思い出したやろ、いやちょっと分かんないですね、ジュニアはわかんないですね、いや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 、来たこのメンバーで半年前だんだんちょ腹立ってきはって、まあ、入ったらわかるわってもう目の前に来たらお好み焼き屋さんになってんね、うん、いやこれ今お好み焼き屋さんやけど前サテンやったんや、わかるやろもう、いやわかんないですね、いや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 絶対おかしいよお前らって、もうちょっとあかん入る言って、お好み焼きさん準備中やねんけどバー入っていって、従業員仕込みしてるとこでちょっとすいません来い入るおおあんまり変わってへんわ、レイアウトあんま変わってへんわ、ちょっとすいません、ここほらショーケースのとこ、ここほら見よ見、なんかキャベツかなんか入ってる、ここ前コーヒー豆入ってて俺こうて帰った、あこっち週刊誌積んだって思い出したやろ、わかんないっすね、いや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 お前らいい加減せえよ、二人ともっちゅうのは考えられへん、いやちょっと待て、ちょっと水谷さん聞くわ、ちょっとすいません、ここ前あの査定でしたよね、あまあそんなことを聞いたような前の査定の人ちょっと連絡取れないですかね、あまああの電話番号一応あります、ちょっとすいません、ちょっと電話します、電話かせえじゃんや電話して、なんでやん、ちょっとすいませんけどあのもし連絡取ってあの連絡ついたらあのちょっとジュニアに電話するように言ってもらえませんかね、お好み焼き屋さんの大将にジュニア電話番号言え、ジュニアはいって帰って、もうでも出てもうお茶ないからお好み焼きになってるからもう乗れ言うと、お前らほんま肝においてはやな、こっから竹下通りの抜け道がありますよみたいなこと言って買い物行ったやないか、すいませんわかんないです、いやもうええお前らもうお前らもうええわアホか、こんなしょうもない怖いや言って乗れ言って、まあ、車でももうまあ何話すわけでもなく、まあどこ行くかなみたいな感じで走ったらジュニアの携帯電話あって、ジュニア出て、あはいもしもし、あはいはいすいません、あちょっとすいません、兄さんあのさっきのお店の人が、おー貸せ車止めて、もしもしあの松本ダウンタウンの松本ですけども、あの半年ぐらい前だと思うんですけど、僕とあの木村雄一と千原とあの3人で行きましたよね、あそうですか、あはいはいはいすいません、はい、なんか知らん言うてはるわ、言うてはるわいやそれはだって俺らは行った記憶が全くないうわどうしようかな、車の中でも片身狭いし、はい、で結局なんかその日はもう晩飯ももうなんか行く気になれへんみたいな感じもうなんか解散やんかなって、もうジュニアと二人で降ろされたっていうか、まあ送ってもジュニア覚えてる、いやない違う多分間違ってあると思うんすよせやけどあの勢いやったからな言うて家帰ったその日は、ほんで3日後か4日ぐらいガキの使い家で見てたんや、で遠くなってリリースアンジェントルマンバー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 ン言ってランタンさん出てきはって、松本さんがいや浜田よもうこれ老いというのはこれ怖い、老化というのは怖いな浜田もう何やどないしたんや、え何やろうって思ってた、いやこないだなキムとジュニアと3人でな、まあ、ラーメン食ってチャイ行こう言うたらなあの2人が知らんよんねや、あの時の話してはるわ何やろうって思って、お腹立った間で話になんのかなって思った、ほんでなもう行ったんやここ思い出すわ道歩いてたら言って、お好み焼き屋なってたんやほんほんってほんでもうお好み焼き屋入っていって、もうほらお前らもう来い言うてあの時のまんまやんな、ほんでここがショーケース、ここがコーヒー豆置いてあってって言うた瞬間、違うわ
今だと山下やって思ったんや。でもそこでもう間違った言われへんからここに週刊誌があって思い出してやろう。いや分かりません。いやいやいや、電話番号のくだりも全部あってずっとその時もう違うって思ってた。それで前の人の連絡先分かんないですかねって言った時に分かりますって言われた時ええー、って連絡ついちゃう。わからんでええのに。ね、それでそっからキムとジニアにもそんな話一切。一切。今日までしてないから。七年代。七年前。ただ泣き寝入りですよ。泣き寝入りとあのことやな。どういうことですか。ガキ見てたらさらにもうあの時なまだな。もし思い出したふりしよったらどついとろ見てた。よかった。ジュニアに電話したことは言うまでもないわ。見てた。腹立ったというか悲しかったんですよ。なんか兄さんとの思い出は喫茶店のことでも覚えといてくれよって思ってた。そうや、途中切れながらお前ら兄さんとの思い出をとか言うてた。お前ら兄さんとの思い出をめっちゃ言うてた。今田さんと山下。いやーしかし滑らんね。すごい。ああこれは滑らんわ。あのですね、これは本当あの短い話なんですけれども、まあ、大阪で今も現在やってはるある芸人さんが、これ清水さんっていう芸人さんなんですけど、その芸人さんっていうのはもうすごくこう悩みやすい体質なんですよ。でもちょっと仕事でうまいこといかなかったらもうすごいこう悩みあるんですよ。割とナイーブなんですよ。ほんである日その清水さんが中江後輩のところに電話がかかってきて、俺今から死ぬと、俺もあかん、俺も今から死ぬ、兄さん何言うてまんねん、あんなこと言いなんな、今どこですか、もう俺は川べりに今立ってると、今から俺は入っていくって、やめこっちはそれ、やめなあれ兄さん、やめなあれ、今までありがとうなって清水さん電話切って、で川にうわー入っていったんですよ。うわー入っていって、で向こう岸ついてもうたうわもう切ないなそれ。いやいやよかったまあね、神に生かされたんですよ。さあ、あっはい、はい、去年の末ぐらいに子供が生まれまして、で一人目なんですけども、ちょっとあの親父コンプレックスっていうんですかね、他のお父さんが立派に見えて僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ。はい、でこれはたまには親父らしいとこもバンと見しとかなあかん嫁とかにと思って、である日嫁があのお茶を台所に入れに行ったんですけど、電気つけたらええものをつけんとやってたんですよね。ほんならなんかガンと当たってグラスがパリンってこう割れた音がして、ここや思って、でそのままやって言って動くな、はい、今から俺がそこ行って、あのもう電気つけて掃除機でやろう言うて、はい、ほんで待っとけ言うて一歩目バリって踏んだんですよ。こけて柱にドインと頭打った瞬間に上げたことない悲鳴がダーって言うて、ほんでもう戦闘能力がゼロになって、おいおい言うてたら嫁がどないしたんから踏んだ踏んだ言うてたら、嫁が待っとけ言うてタン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 来て電気パンつけて足の裏バーン見たらおかきやったんです。ほんまに痛かったのにガラス踏んだ声痛かったんですよ。明日の仕事のことか考えてたのに、ほんで3日前から掃除しておかきなんか今までなかったのに、マジでびっくりするよ。いや絶対グレスや思うもんな。ほんまに痛かったんです。泣きそうなぐらい痛かったのに、ノリみたいなブワーついてあれはびっくりしました。かっこ悪いな。思い込んでるからめっちゃ痛い。めっちゃ痛かったです。2,3 センチ入ってるぞぐらいの。これぐらいの。ああおかしい。
ね、はい、じゃあそうなんですか、そんなこともあるんでね、よっしゃ、はい、あのこれは僕が小学校の時の話なんですけど、小学校でほらみんなクラスで、うん、なんていうか校外学習みたいなんで、うん、映画見に行ったりする時ありますよね、うんうん、それであの「タツノコ太郎」っていう映画を見に行ったんですよ、お母さんが龍の、うん、すごい感動する話なんですけど、うん、それを見に行ったら、うん、シートを最初に渡されるんですよ、うん、それで映画を見てたら、うん、そのシートに番号が書いてあって、うん、例えば太郎がお花畑に行ったシーンは、うん、1番をこすってくださいっていうのを字幕で出るんですよ映画で、うん、あったよ、はい、うん、それ一番こすって匂ったら、うん、お花畑の匂いがするんです、あったような気する、はい、で太郎がなんかウリを食べたら、うん、また何番こすってくださいって出てこすったらウリの匂いがするんです、うん、で太郎がいろいろ苦労して、うん、お母さんに会うシーンで、うん、この池から、うん、ガバーって竜が出てきて、うん、太郎言うて、うん、お母さん言うたら、うん、その7番をこすってくださいって出るんですよ、もう佳境や、はい、で7番こすって匂ったら、めちゃめちゃ生臭いんですよ竜です、竜いや、ほんまです、ほんまです、うわ竜の匂いはこんなのない全然感動しないんですよ、ほんまかい、ほんまですよ、これまた嘘ちゃうか、嘘ちゃうの、ほんまですよ、嘘やろ、ほんまです、ま、です7番忘れもてん、覚えてんのは竜は臭いっていうだけですもんちょ、これ女の話しかしたらダメですよ、ほんまの話です、見ときますけど、タツノコ太郎忘れもしません、みんな生臭思ったんですか、そみんな生臭思ったんですかしますよ、さあ、まあねえ、どないやっちゅうわ、ほんまこの間なんやけど、車で俺走ってたら、あの安田大サーガスの、めっちゃでかいヒロっていう、はいはいはい、めっちゃでかいやつが、はいはい、夜中にゲンチャリに乗って走ってたんですけど、はい、全然進んでなかったこの、はい、あ、こば、お、はい、僕の今のマネージャーがですね、言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、うん、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ、ただまあこの世界なんてあのスケジュールが入る、うん、でなくなるなんか、まあこれしょっちゅうあることなんですけど、はいはい、急にちょっとおいしい仕事入った、うん、ね、これちょっとおいしかった仕事なくなったみたいな、うん、例えばこういう時もスケジュール帳パー持ってきて、こば、うん、さん、いい知らせと悪い知らせどっち聞きたいみたいな言うんですよ、面倒くさいね、面倒くさい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 ですよ、まあでも決して悪意があるわけでもなし、僕も実害を食らうわけでもなし、まあ別に怒ることもなかったんですけど、まああのちょっとした事件が起こりまして、まあある番組でゲストで僕が呼んでいただいたんですよ、でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいなんですね、うん、この仕事うまくいくかいかんかでこの剣道小林というタレントの、うん、今後もう今後変わるって意気込んでたみたいなんです、うん、僕はそれ知らされてないんです、うん、だから普通にゲストで行かせていただいて、うん、ほんでまあそんなね、まあ、そんなむちゃくちゃ意気込むわけいつも通りじゃないですか、うん、まあやってでまあ幸い皆さん結構笑っていただいたんです、うん、でまあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、うん、ガチャったけどいつもお疲れでしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ、うん、ちょっとねもうこんな、うん、あれみたいな、お疲れみたいな、うん、あの今だから言いますけど、コバさんね、うん、僕はこの仕事をコバさんの今後のね試金石と捉えてたんですよ、うんうんうん、俺言わなかったんですけど僕はこの仕事でコバさんに100点満点取ってほしかった、うんうん、でも残念です、うん、今日の点数発表します何すかこれ、めんどくさいな、でも残念です、うん、今日の点数発表します、うん、120点ですっていうそんな僕は初めてやりましたって結構めんどくさかった、めんどくさいな、でも悪意はないんでね、なるほど、はい、でね、はい、行きますよ、行きましょう、はい、河本、はい、どういう話、はい、犬の太郎吉っていう話、まあ家族で犬を飼ってまして、お、
まあね、うん、あの楽しく過ごしてたんですが、うんうん、まあ親の関係で離婚することになりまして、うん、で、まあ、僕らはあのおかんの方に、うん、お姉と3人でまあついて、うん、で、まあ、引っ越さなあかんっていう風になったんですけど、うん、その犬も連れてね行きたかったんですけど、引っ越す先が、うん、その犬は飼ったらあかんと言われて、うん、はいはいはい、そういうことあるね。でこれでお姉がブチ切れて、うん、その親の勝手な理由で別れたのに、うん、なんで犬まで捨てなあかんねんと、そらそうやな、そむちゃくちゃやでっていうことで、うん、おかんと大喧嘩したんですよ、うん、でも、まあ、犬を取るか家を取るかってなったら絶対家を取らんとあかんわけなんで、うん、まあそうそう、ね、まあ、お姉が泣く泣くじゃあもうタロキチをもう捨てようか、もうこれもうしゃあないわってなって、うん、でも3人でも大泣きですよ、もうほんまに、うん、もうこんなんで捨てなあかんって犬の気持ちにもなってみたらこれえらいことやで、うん、うわーって泣いてんで、お姉がこう抱き上げてんで、タロキチごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ。で大泣きで、でもこれ僕しっかりせんとあかんなと思って、うん、お姉ちゃん貸してって言って、うん、ごめんなタロキチって言って、うん、まあ、山にそっと置いた瞬間、タロキチブワーッてタロキチだ。言ってもさ、そんな逃げたら悲しいな。悲しい。全く伝わってなかったよな。そのこっちの愛情、ね、愛情は全く一方通行だったな。ああと思いました。僕ちょっと言い忘れましたけど、はい、同じ話を何回してもいいんですよ。同じ話を何回も。これがこの番組のミソなんですよ。はい。もう一回してももう一回受けるというなら全く同じ話をしてる。なるほど。なるほど。はいはいはい。むしろもう一回聞きたい感じもあるでしょ。はい。そうですね。はい、あ、鹿島。まあ、5、6年ぐらい前の話でして、美容院にちょっと髪切りに行こうと思って、まあ、いつもお世話になってる中目黒の、はいはい、あの美容院一緒です、ね、フラッと予約して行ったんですよ、うん、ほんなら松本さんが座っててってなって、松本さんも来られるんですねって、いやちゃうねん、今日一本グランプリの収録やから、ちょっと気合い入れて綺麗な金髪にしよう思って、その前の晩に、なんかその海外から取り寄せたようなその、ま、金髪にするようなね、染めるカラーリング剤をこれこうって、昨日家で一人で風呂場でやったんやけど、なんかうまいことムラができちゃってできへんかったから、ちょっといつも行ってる美容院行こう思ったら、それ美容院が休みで、どうしようどうしよう、でも本番が近いからどうしよう言ってたら、なんかマネージャーが芸人さんが結構行ってる美容院あるから、ここやったら融通聞いてくれますよっつって今来たんやつって、 あそうなんすか、いやまあまあでも結構みんな切ってますから、美容院ですよみたいな話をしてたんです、うん、ほんで美容院の人が来て、そのカラーリング剤で今日もお持ちですかつって、いや持ってきたんですけどこれなんですけど、結構なんかでかい歯磨き粉みたいなやつで、あこれね難しいんですと、うん、これもう業務用のプロが使うやつやから、うん、一般の人が家でやったらもう絶対使いこなせない、うん、すごいいいやつなんですけど、ちょっと分かりました、これをちゃんと使って綺麗に染めるんで、もう時間もなさそうなんでもう 3,40 分で終わらします、うん、みたいな感じで、あ、分かりましたつって、で僕の予約の時間やったんですけど、あ、鹿島かまへん、ちょっとさっき30分借りるわみたいな、あ、全然かまいません、僕あと2時間ぐらいあるんです、うん、ほんでまあ僕普通にスマホ持ってあのバーってやってて、まあ 2,30 分後パッと松本さん見たら、うん、なんか紫の真紫のなんか絵の具みたいなベチャー塗られてて、で、え今どういう状態これ、あ松本さんも鏡見ながら、ん、何これそれを刺した美容師さんが、いや違うんです、これ薬の色なだけで、これを紫バッと塗ってシャンプー丁寧にしてドライヤーして乾かしたらふわっと綺麗な金色になりますから、ここでみんな家でやってビビって落としちゃうからムラになるんですよ、あそうですか分かりましたつって30分経ったんで、ほんでそろそろもうシャンプー行きましょうか、紫の松本さんがふわって言ったでシャンプーガーッつって、で帰ってきたら紫なんです真紫の松本さんが帰ってきたんです、こうつけてなーみたい、えと思って、うん、めちゃくちゃ紫の松本さん帰ってきたじゃん、ちょっと強豪みたいな色紫中の紫で帰ってきた、ほんでドライヤーでふわーって返してきたらふわふわの紫になった、和菓子みたいな、和菓子みたいになって松本さんが、あれ
これ紫ですねって言ったら、うん、美容さんが焦って、あ、すみません、松本さん、人よりちょっと色が入りやすいんで、うん、ちょっと時間置きすぎました、申し訳ないです、うん、ちょっとここからあの色を足させてもらっていいですか、うん、あ、全然あの金髪になるんだ、全然構いませんみたいな、うん、そこからなんか黄緑みたいなのブワー塗らはったんですよ、うん、で黄緑の絵の具みたいなガチャー塗らはって、でこれ黄緑やなって松本さんもこの顔になったんですけど、うん、あ、大丈夫です、あのすごく松本さん色入りやすいんで、さっきの紫にこの黄緑入れたら、うん、ちょうど金になるんです、不安だと思うけど俺は信じてください、黄緑になるだけですもん、はいはい、でちょっと早落とします、30分やけど15分で落としますみたいな、はいはい、あ、分かりましたって黄緑になって、ほんで15分経ったんでそろそろ行きますってファッて、うん、でパッて帰ってきたら黄緑になって、やめてくださ入るわ、入るんですよ、おすんごい黄緑入るわ、でドライヤー入れたらもうデニス・ロッドマンみたいな、ふわっふわっ黄緑になって、これなんですのってずっと言ったんですよ、で、いや、ちょっとすいません、ちょっと待ってくださいみたいな、あの、一回色全部抜きます、もう無理ですこんなに入りやすい人知らないですみたいな、でちょっとあの、色足せないで一回ブリーチで一回色抜いていいですか、で、もう1時間ぐらい経ってんですよ、ほんでブリーチでわーやるんですけど、いたたたたたた、いたたたってずっと松本さんがもう3回目やから、いたたた、ちょっと痛いですけどねつって、いやすいません、もうちょっとあの最後なんとかしますんで、ずわーってやって黄色になって、で色って帰ってきたらもうテニスボールなんて帰ってきて、もうキンキンなんですよ、金髪が真っ黄色になって帰ってきて、でこっから入れますみたいな、いやもうちょっともうよろしいですみたいな、でいやでもこっからちょっと入れないと黄色なんでなって、僕も行かなあかん時間になったから、そうそうそう、すいませんちょっと松本さん僕言います、いやごめんな鹿島ってなって、美容師の人もいやもうすいませんつって、また来ますつって帰って行ったんですけど、結果めっちゃ気になる、どうなったんですかって電話する距離でもなかったから、なんか結果知りたいなと思ったら、最初に今日1分グランプリって言ってはったな、はいはいはい、1分グランプリのオンエア見たらどの色に染まったか分かるなと思って2週間後パッて出てるんですけど、松本さんが綺麗な金髪になってはったんですよ、はいはいはい、成功しはったんやと思ったんですけど、うん、わーって笑うたびに光の加減でちょっと青なったり緑になったり結果めちゃくちゃおしゃれなイルミネーションみたいな色中に残ってるな、残ってたね、結構な現場を見ました、一部始終を川島に見られてた、いやもうあれは大変やったよ、なかなか川島にも待たしてるしな、かも申し訳ないなと思って、もういい、もうちょっと行かないかんないよ、行きます、料金はって言ったら500円ですって言われた、松本さん使ってるから500円ですって言われて、500円ってわけにはいかんからもうちょっと払いましたけどね、すごい腕のいい美容師さんなんですけどね、まあまあまあ行きます、放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします、本当びっくりしましたね、はい、これあの高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、あの僕今まで小学校中学校高校っていうの修学旅行に行ったことがないんですよ、うん、で小学校の時はあの腕の骨を折ってまして、みんなの迷惑になるから行ったらいかんと、で中学校の時は前日あの張り切って長風呂してしまいまして、熱40度出してまして風呂行ったらあのもう行ったらいかん言われまして、であの高校生の時にそのまあ中学校の時にそのまあちょっとグレてまして、うん、もう高校行くつもりなかったんですけど、うん、お母さん高校だけ出てくれっていうことで、あの高校のパンフレットで、あんた修学旅行行ったことないやろ、うん、この福岡第一高校という高校は修学旅行がハワイよ、あ、それは行きたいっつって、で本当勉強もしなくていいんで、うん、あの行けるって言われたんで、うん、じゃあ僕行くっつって高校入ったんですけど、で修学旅行楽しみにしてて、あの高校2年生のその冬修学旅行の前日にもう荷物も準備してもう待ってたわけですよ、であの7時に起きる予定やったんですけど、朝5時に母親に起こされまして、まさきってでバッて起きたら2時間前やしまだ暗いし、いやまだ早いやろっつったら、いや警察が来てる、はっつって警察何っつってパッて見たら、本当にスーツ着たおっさんが僕のベッド囲ってるんですよ、えこれで、え、何っつったら佐田まさきだなって言われまして、はいっつったら逮捕状だって言われまして、身に覚えないかっつって、いや確かにあるんですけどあったんですけど、ちょっと待ってくれと、あと2時間したら俺はハワイに行くわけやなんでお前その2時間前に来るか俺行ったことない修学旅行で、いやそんな関係ないと、荷物準備しろって言われました、いや確かに修学旅行で荷物準備しとったけどね、これはその留置所とか入るために用意したら用意したら
ハワイに行ったのに持ったんですよつって関係ないって言われてその頃は未成年だったんですけど玄関ですぐ手錠をかけられまして縄で縛られていや面白いなはい本当になんか修学旅行行ったことないんですよはあ面白いないや面白いすごい OK 来ましたよあのうちの家ってすごいこうさっきもジュニアさんおっしゃってたんですけどすごい貧乏なんですよ、うん、親父が小学校の 2歳の時にも出て行ってしまって4畳半一間と3畳の部屋やったの3畳はあの兄弟4人多いんで全部荷物がそこに入ってて4畳半1つやったんですよでも子供の時からバイトさせられてましたね、でせめてあの節分の日に、はい、せめて巻き寿司を関西ではあの巻き寿司をあの空に向かって食べ無言で食べるっていう服が来るというの で巻き寿司をせめてその日ぐらいは食べようと思って、うん、兄弟でこうバイトしておかんも出し合って巻き寿司を5本家族分買ったんですよ、うん、その時にたまたまあのガス代と電気代払ってなくてビターッと止まりましたよ、ね雨天気止まった、うんうん、ってなって、うん、兄貴がろうそくを持ってこいって言ってろうそくつけてパーってこうろうそくつけておかんとか探しに行ったら、うん、おかんがベランダ向かって思いっきり負けずし無言で食べてたんですよめっちゃ服着てほしかった本気やこんな貧乏やったんいやひどかった便所にこれぐらい穴があったんですよえそれを直せなかったんですよ。だから座ったらここに穴がボンってあって、外から人がもう見える。外ですか？すごいな。はい。ほんでおかんに直せ言うたらおかんが竹2本入れただけ。おしゃれにしてホームスリップしてきたみたいな今時のもんとあんまりあそう、じゃやり気になり僕ですかはいお一発目絶対来ると思う僕ね、うん、人力車っていう会社の所属してるんですよまあもうほんと小さい会社なんですよ、はいはいはい、もう東高円寺っていうもう芸能プロダクションでありえない場所ですよね、はいはい、場所はそうそこにあるんですねでそれも社長はなんで引っ越さないかさ自分家に近いからなんですけどそういう社長がいましてねあの人力車ってもともと結構あのすごいんですよ、うん、あのそういうシティボーイズさんとかいたりとかね B21 スペシャル結構あの有名な方が竹中直人さんもいてただ、ね、みんなね辞めていっちゃうんですね、うん、最終的に、うん、でなんで辞めるのかなと思って、まあ、不思議だったんですね、うん、それであの社長にこれも聞いてみたんですね、うん、なんでみんなこうすごい売れてくると辞めちゃうんだっつって、うん、ほんでなんで辞めちゃうかじゃあお前知りてんのかっていうかお前も辞めてんのかみたいなこといやそういうわけじゃないですけどみたいな話したら社長曰く、うん、なんでそういう売れた人辞めさすかっていうと、うん、月、うん、1000万円以上稼ぐタレントのマネージメントの仕方がわからないって言うんですよ、うんやめてくれって言うんですよ言い出したらやめてくれって言うんですよもう無理だとお前は稼ぎすぎたって言うんですよいやいやそうそんなつもりでお前取ったんじゃねえっていうそんな稼がすよそう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 もうパッと見てあアホっと分かる犬なんですよ、うんで中型犬よりちょっとちっちゃいような犬なんですけども、うん、ほんまにもうアホでね、いつも餌やるとここの距離感が分からんといつもペディグリーチャムを突き抜けてガーンってなる犬なんですけど、はい、で小学校5年の時にある日僕はコロ散歩しようと思ってバーって近所歩いてたら僕が小学校1年の頃から大好きやったミキちゃんっていう女の子が偶然来たんですよ、うんほんであんまり喋ったこともなかって、うん、いつかちょっとこう好きやとかなんかいうチャンスを伺ってたんですけど、うん、これはちょうどええわと思ってたら、うん、ミキちゃんが「あ犬や!」って言って、うん、僕の頃に食いついて、うん、パーッと来てくれたんです、うん、で「あよしよし」と思ってて、うん、ほんなら頃がミキちゃんが来るや否やミキちゃんの足にガーしがみついて、うん、ブワーやってきたんですうわやばいな思ってたら、はい、そのね
ミキちゃんすごい怖かったんですけど、普通のもうこれじゃないんですよ。もうね、本当に人間の足でも関係ないっていうぐらいの本気の本気のブーブーってほんでミキちゃんびっくりしてもってキャー言って足をブーンと振ったんですよ、うん、ほなコロあんまり起きないもんやから、うん、ビューン飛んだんですよね、うん、もうでも飛ぶ時ももうこのままこんなブーワー飛んでいきよって、横におった知らんおばはんにドーン当たって、当たるやいないや、今度おばはんの足ガーン掴んでブーワーってさすがにおばはんはなんかあんまりあーよしよしよしなるほど、いきます。およしよっしゃよっしゃ、僕ですね、はい、僕の後輩にあのザブングルっていうコンビがいるんですけども、まあ、他事務所のコンビなんですけども、彼らがですね、あの深夜ファミレスで、あのネタを作ってたんですね、で、まあ、彼らのコントっていうのはあのボケが理不尽な切れ方をして、で結構喧嘩になるみたいなコントが多いんですね、でその日もそうやって作ってて、でお互い口で合わせたんですよ、でこう口で合わせたら結構集中してしまいまして、結構声が大きくなっちゃったんですね、じゃ隣に座ってたあのスーツを着て帽子をかぶった紳士がいきなりダーン叩いて、お前らうるさいんだよだから、何こんなとこで喧嘩してんだよ、喧嘩なら外でやれよ、喧嘩だと思って、ああ他にもお客さんいんだろうが、もう二人もどうしていいか分かんない、あすいません、いいかげんにしろよこの野郎つって、もう怒って立って出てこうとしたんですよ、で去り際にくるっと振り返って、ずっとお前らの話聞いてたけどな、してボケの子に向かって、お前が悪いよ、それ言うわ、そりゃそうですよね、リアルなツッコミ、理不尽なことしか言わないですからね、いきます、おおしました、関根さん、関根さん、あこれ、はい、あかんこんって書いてある関根さん、テレビで、あのケーブルテレビで、はいはい、あの見てて、で、あの今日から3日間無料放送ってあるでしょ、ワンワンとかね、で見てて、はい、パッと見たら格闘技のシュートやってんのよ、おーーシュートが大好きおーっつって、で桜井真帆隼人とアンデンスのシューバの試合なのよ、おお俺これ痛かったんだよっつって、今日無料だラッキーラッキーってこうやってずっと見てて、強えなこのブラジル人で、解説者がボソボソボソってなんか、ああ危ない危ないで、解説者がまたバサバサ、解説者なかなかいいこと言うなっつって、結構分かってんだこの解説者、もうで試合が終わって、こういう結果だったのか、あそうかっつって、解説席ポーンと映ったら俺だったの、でも分かります、格闘技って結構忘れるんですよね、見たカードで女房にいい加減にしてよっつって、なんでこれ言ったんでしょっていうの、あ、2年前大阪行ったこれ、いやいやもう関根さん見すぎなんですよ、もう俺その時はびっくりした自分で、あ俺っつってこれって分かるでしょ、これでも興奮してっからいやいやそう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 、はい、はい、始めます、スタート、よっしゃ来い、よっしゃ来い、よっしゃ出た、いや僕33年間吉田優美容師やってきましたけど、今改めて俺は吉田なんやと思いましたまあ、あの僕おかんの話なんですけど、まあ、あの僕のおかんもちょっと変わってまして、はいはい、まあ、例えば僕中3の時受験勉強してる時とか、そんな周りは薄いと思ってないんですけど、自分気にしてカツラかぶって、はい、真面目な真剣なカツラかぶって、でコーヒーを置きに来てくれて、あれおかんカツラやなと思って、こうおかんが出ていこうとする時に、おかんなんでカツラやねんっつったら、分かるかって言って締めていくようなおかんやったんですけど、そのおかんがちょいちょい今でも僕にあのメールを送ってくれるんですよ、で、あの生意気に顔文字を使ってくるんですよ、はい、で使う顔文字は2種類なんですよ、あの絵文字じゃなくて顔文字の方なんですけど、あのこれとこうやつと、はい、でこういうやつなんですけど、その使い方をちゃんと使ってくれたらいいんですけど、なんか違うんですよね、例えばこの間来たんは弟ユージって言うんですけど、ユージ病気で入院したこう来たんです、あれなんやそれは、ほんで
え、何の病気やって僕も返信したら、はいはい、肝臓の病気って聞かれた。全然間違いない。間違いない。そうなんですよ。なくていいよ。入れないでしょ。入れなあかん思てんのかな。若ぶりたいでな。ずらにしても。そう、珍しい。よいしょ。あ、東野。じゃあ、新大阪の、あの、僕とおばちゃんの決闘の話を。おお。大阪で仕事やってて。うん、で終わりで、あの新大阪が東京に帰るんですよ、うん、でまんまこうホームに上がったらもうスタンバイして新幹線が空いてたからこう座ってたんですよ、グリーンに、うん、15車、うん、ほんならなんかこうやけにまんまこう見てはしてんけどホームがちょっとざわついてんなみたいな感じはあったんですよ、でもこうまあ無視しててなんだなんかね、出発に3分前ですかね、コンコンコンってホームの方から、はい、ノックするんですよ、はい、パッて見たらおばはんなんですよ、はい、でおばはんがなんかそのあんまり声聞こえないんですけど口動き見たら、うん、さんまさん見てる挨拶しなさい。なんでそんなことを言われなあかんねんよ。まね、ま、自分のマー挨拶するよそんなもん。なんで急に君発信で俺が動かなあかんねん。それはさんまさん関係ない、これ怖い、さんまさん関係ないと俺とお前の戦いじゃない。そんなもん、うん、歯立ったから、うん、聞こえへんふりしちゃったんですよ、はい、ああ俺もそうするかな、はっって言ったら、うん、向こうが、うん、この中さんまさん挨拶腹立つ腹立つ腹立つ、何やそのおばはん、はってやったんですよ、もう一回ほんだら、うん、もうさあ挨拶わかれわかれワンノアワンノアワンノアって言ったら、だだだだお前、こんな出したおばちゃん一番失礼やお前、お前一番失礼やってほんで、てるるるってなって、ガシャーってなっておばちゃんももう、もういいなったらしい、僕に対してちょっとこう、10歩ぐらい並走したんですよ、ほんで、静かにさーってほんで京都ぐらいで自分の間で、まあ、でおはようございますって、いやそりゃそうやわ、そりゃそうやわ、ちょっとね、ちょっと自分のおかんにも言われたから確かに、おー加藤、ザブングル加藤です、ザブングル加藤です、はい、僕あの今もすごい貧乏なんですけれど、うん、昔は本当貧乏でして、うん、世田谷区の三軒茶屋で1万6千のところに住んでたんですよ、で部屋の広さが3畳で、して風呂なし、共同便所、共同玄関、もうほんと部屋の壁も薄くて、隣の人が刺した画鋲の先が僕の部屋に入ってくるぐらい、もう本当に見えない部屋ほんで水道の蛇口もあるんですけど、水道の管がないんですよ、排水管がなくて水を蛇口ひねるともう畳がビッタビタになるんですよ、なるほど、もうとんでもない部屋で、もう何なんだろうなこの部屋はと思ったんですけど、でも1万6000だったんで、まあ、仕方ないと思ってたんですよ、で鍵があの牢屋の鍵というかあのピアノを開けるような鍵やったんですよ、もう今やゲームの世界なんですよ、おもちゃのような鍵でして、で警察官にその鍵を見られて、君ねこの鍵今日本で7パターンしかないよで鍵って無数のパターンがないと成立しないじゃないですか、7パターンしかないって言われたんですよ、でその僕の住んでる層が8部屋あったんで、一軒一軒確かめていったんですよ、そしたら2階の奥の部屋が僕の鍵で開いたんですよ、7パターンやまさに7パターンやまさにやった、さあいきます、はい、お博士、じゃあ僕から行かせていただきます、はい、僕はアントニオ猪木さん大ファンでね、あ猪木さん、5年前にですね、2002年の8月に、うん、あの K-1 ダイナマイトっていうのが、これ開かれて9万人の観客動員して、これはもう今までの史上最高なんですけれど、で、まあ、ビッグカードがいろいろこう出たんですけれども、一番の目当てはですね、地上3000メートルからアントニオ猪木がスカイダイビングで降ってくるっていうのがあったりしました、はいはいはい、
で、もう俺は絶対見に行かなきゃいけないって、リングサイドを取ってですね、もうリングのもうすぐ横ですね。で、もう柵前ですよ。そこを取って、もう待ち構えてたんですよ。そしたら関係者に聞いたら、猪木さんは、高所恐怖症で、もうとにかく嫌だって言ってると。それで、しかも夜中にスカイダイビングやるっていうのは、暗闇の中に飛び込むみたいで、付き添いがいたとしても危ないから、これは危険だということで、もしかしたらハーレー・ダビッドソンで入ってくるかもしれないとか言ってて、どっちになるのかなと僕も思ってたんですよ。そしたら午後7時になって、アントニオ駅のテーマが流れた途端、はいはいはい、今度はヘリコプターの方がパタ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 って、頭上を見上げると、今度はもう猪木さんが飛び降りてきてるわけですよ。したらもう観客もうみんな大拍手じゃないですか。で、もう巨大スクリーンに、この猪木さんの顔がアップになった。なったなった。そしたら猪木さんの顔がですね、もう完全に目は飛んでる。顎が飛び出て。すごかった、すごかった。もう、もう、顎を勇むみたいな顔になってた。怖いんだ。目向いてるから。目向いてるから。それもパラシュートでこう降りてきてるんで、でも観客はもう大ヒーローですから、いいのき、いいのきってもう5分ぐらいかけて、その大熱狂、大拍手の中を降りてきて、リングの横にザザザザッとついて、それでまあこれを取ってですね、こうやってリングのサイドをこう来るんですけど、その時の顔ももういっちゃってるんですよ。その時怖い。怖い。で、これリングに登ろうとした瞬間に、僕リングサイドにいたんで、いのきって言った時に目があったんですよ。その瞬間に、バカヤローなんで、なんで応援したのに、ただ9万分の1ですよ。緊張ほぐしたかったんじゃないですか。で、俺そのまま失神して、それでまあリングの上で元気ですかって言った時、一人だけ元気じゃなかった。本人っていうか、もう本人はね、地上 3000m からもう怖くて、ほっとしたんでしょうね、でも、もうたまらんかったね、どっかに逃がしとうって、バカ野郎、なんで俺だったのか、いまだに何してのバカ野郎なんだろう、それは。じゃあ、好きで見に行ってんの、いきます。来ました。来た。はい。どうしたの？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 話を。おかしいよ。話をしないとダメよ。そうですよ。顔じゃない。顔じゃない。俺は顔じゃない。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 顔はやめろ。顔はやめろよ。そういうような顔してますか？まあ僕、大阪からこの世界始めたんですけど、昔ですね、まあ、関西で松竹と吉本っていうのは、ちょっと壁があった時代がありまして、でもその壁を払拭してたのがこのジュニアなんですけど、そうですか。そうなんですよ。ある二十歳の誕生日の時に、もしよかったらこうへんって誘ってくれたんですよ。ああ、もうそんな垣根をね、はい、取り払って、はい、ほんで僕はありがとう言って誕生日で行かせてもらったんです、うん、ほんで二丁目劇場いうの初めて入ったんですね、松竹芸人が。ほんでね、二丁目劇場の作りというのは舞台がありまして、2階に柵があって、うん、こういう、うん、そこに関係者とかが座って、うん、ここにお客さんですよね、うんうん、ほんで僕その2階の関係者席に座らせてもらったんですよ。ほんならライブが始まりまして、オープニング、ハイチェアにピンスポット当たったところにね、ジュニアが入ってきまして、ああ、なんかあったで、座ってね、後ろにアフロのおっちゃんがボレロを弾いてるライブなんですよ。すごいですね、はい、で俺が生まれた頃は言うて1年1年、俺が3歳の頃は4歳の頃はって1年1年のヒストリーを20歳までの長いね話すライブなんですけど、まあ、もちろんドカンドカン受けてライブ終わりまして、エンディングにね、今日は松竹芸能からちょっと、仲間が来てくれてる TKO どうぞ言うて迎えてくれたんですよ。で、二丁目劇場建てろってうわー降りていって、舞台出たんですね。で、まあお話があって盛り上がったところで、もう一人来てると、今日の俺の誕生日祝ってくれる。で、ジャリズムの渡辺や言うて、どこおる言うたら、舞台の真上あたりにおったんですよ、うんうん、ここに、うん、で、ここやで言うて、ほなジュニアが飛んだらあかんで、それ絶対あかんで、飛んだらあかんでって言うたんですよ。ほんならみんなもう飛ぶなみたいなコーラが出てきた。ほんで渡辺さんもおっしゃ飛ぶでとか言い出して、バーン飛んだんですよ、その上から。ほんで舞台にドーン降りた時にボキッて聞こえたんです、確認。おったんちゃうかなと思ったんですけど、渡辺さんプロです、もちろんプロです、バーンって立ち上がって、うわ笑い取ったんですよ。
で笑いを取り終えてライブ終わって大丈夫ですか、うん、大丈夫大丈夫言うて、それからまあ1週間が過ぎたんですね。である時僕番組見てたら、当時やってた八方師匠の、楽屋ニュースって吉本の楽屋ニュースをランキング順で紹介するって番組ありまして、それの1位をペラッてめくった時にジュニアの誕生日でジャリズム渡辺足の骨折るって出てきたんですよ。うわあれ足折らはったんやと思って、その時の映像がありますこちらですって流れたんですよ、うん、ほんでジャンプしてボキッて折れてる後ろで僕がハハハハ言うて笑ってる映像が映ってしまった。松竹芸能の僕が二丁目劇場に立ってしまってるわけですよ。はっかんこれ映像オンエアされてもうたと思って、次の日案の定会社から連絡ありまして、うん、今すぐ来いと、会社に来いと。で僕会社行きまして会議室入ったら重役と部長ともう課長とかみんないてて、そこに座ると、そこ座れ、僕座らせます、昨日オンエア見たと、二丁目劇場で、映ってたのはお前かって聞かれた、うん、はい僕です。じゃあ一つだけ質問する、どんな作りやったって聞かれた。びっくりしてね。そういう人もありたくないから、ないないから。キャパシティはどれぐらいや。全部言うて僕そのトーンで聞くなよいう話ですね。あそうかそうか言うて、できた劇場こういう策ありましたからね。本当にそういうの、そうなんや。まあ貢献したっちゃ貢献したっちゃ。じゃあ行きます。おはい、ほっちゃん。僕はこの前、まあ、ロケでとあるロケで、ボルネオ島っていうところ行ってきたんですよ。まあ、マレーシアとかインドネシアあるうちのマレーシア領の方で、みんなスキューバに行ったりするんですけど、ボルネオ島はジャングルの山手の方なんですよ。もう山奥のジャングルで本当に日本人なんか誰も来ないっていうようなとこで、で泊まるホテルがもうジャングルの中にボンとあるようなとこで、もうその辺に猿は出るわ、なんかノブタは出るわ、でも野生動物の中にお邪魔してるような泊まるとこあったんですよ。で1週間ぐらい行ってまして、でパッと見たらこうベランダみたいなところに露天風呂がついてるんです、部屋に。まあタレントだからスタッフさんよりいい部屋用意してもらってて、でまあ野生動物の鳴き声が聞こえて真っ暗なんですけど、まあ一回は入りたいなって思ってたんですよ。なかなかロケが忙しくて入れなかったんです。で最終日結構早く終わったんで、あこの露天風呂入ろうって思って、真っ裸になって入ったんですよ、言うためて。な隣にもその同じようなタイプの部屋があって、西洋の白人の方がおっちゃんというかもうおじいちゃんぐらいの人が入ってたんですよ、うんうんうん、でその人は海水パンツを履いてたんです、うん、で僕がフリチンで入った時に、うん、うわわわわみたいな顔をしたんですよ、うんうんうん、ほんで俺は海外やからこれなんか法律とか知らないし、えらいことやって思ったら、その外人の白人のおっちゃんがバッと部屋に戻りあったんですよ、うん、でこれはなんかフロントの人とかに連絡されたらこれ怒られるんちゃうかって思って、慌てて僕も部屋に戻って、でも海水パンツがないんで履いてたトランクスを履いてもう戻ったんですよ。ほんでこう入ってたら、今度はその白人のおっちゃんがフリチンで出てきたんですよ。まあアジアっていうことあって、お互いこうどっちが先輩か、はい、向こうの人向こうの人で、ああこういうルールだって思って。なるほどね、はい、どっちも正解しどっちも不正解なのか分からんまま入れ替わったまま、なんか気まずい感じで、はい、なんかいい話ですよね。ただ悪者の人なんだ、奥ゆかしいな。じゃあいきます。こちら、はい、今年の夏なんですけど、僕の奥さんのおばあちゃんが亡くなったんですよ、はい、奥さんのお母さんのお母さん、はい、で、まあ、結婚して何回かお会いしたことあるんですけど、すごいおばあちゃんで、そのおばあちゃんが、もうそろそろやばいみたいになって連絡が来まして、
親戚中が集まったんです、うん、病室に、うん、でおばあちゃんこう呼吸器つけて、うん、もう意識がないですみたいになってたんですよ、うん、ほんならこうお母さん、うん、うちの奥さんのお母さんおばあちゃんの娘ですね、うん、耳元に行っておばあちゃん耳元に行って、うん、カムカムエブリバディっていう歌を歌い出したんですよ。それはえそれお母さん何ですかって言ったらあのラジオの英語講座の第1回目ぐらいの主題歌と、主題歌だと、それあの私が子供の時にあのよく歌ってもらったの思い出の曲なのって言って本当にこう泣きながら歌ってあるんですよ。で僕らもこう囲んでる人らもこうなんかしんみりしても泣きそうになってたんですよ。それそれずっと本当に泣きながらお母さん耳元で歌い続けてたんですよ。じゃあ奇跡っていうかおばあちゃんの目がパチッと開いて、あなんかドラマ見たいって思ったら、うん、うるさいよマジそれが最後の言葉だった。ええー。はい。聞き返さなくて。はい。だドラマみたいにならんわ。びっくりしたんです。お母さんもなんか照れて何よみたいな。せっかくみたいな。最後やや切れ。びっくりしました。それはすごい話ですね。行きます。いいね。ありよし。あの僕ちょっとプロレスがすごく好きなんですけど、大仁田敦さんのことが当時高校生の時すごく好きだったんですよ。今は本当に軽蔑してるぐらいで全く好きじゃないんですけど、あの軽蔑してるじゃないですか。どうかしてたんだと思うんですけど。どうもしてないです。どうもしてないです。そのだから本当に大仁田さんがリング上から水を口に含んでふわーっと吹き出すやつを本当に清水だと思って嬉しそうに浴びてたりしたんですよ。それぐらい大仁田選手のことがすごく好きで、あの高校生の時にうちの町に来まして、それであのその当時ザ・シークっていうアラビアの怪人って言われる本当の悪役と対戦だったんですよ。それでまあそのシークっていうのはそのリンあの客席をもうこう徘徊してもう客を追いかけ回すんですよ、うん、それで僕ももうね大仁田さんの力にちょっとでもなりたくて学生カバンでねシークをね叩いてやろうと思って、でシークをねこうブワーンっていったらね空振りしまして、うん、あのカバンの中に入ってた教科書とか全部ブワーっと出たんですよ、うん、それでまあシークはもうそれを見てもうパッと向こう行っちゃったんですけど、僕それ恥ずかしい、みんなの前でこうやってもう教科書こうやって情けなくこう拾ってカバンにこうやって詰めてたら、あのリング上がすごいわーっと盛り上がったんですよ。何かなって見たらザ・シークが僕のコンパスで大仁田を血だるまにしてでももう今は全然軽蔑してない。なんでだよ。好きでいいでしょ。かっこいいだろ。好きでいいです。好きでいいです。悪いわこいつほんま。あら来た。おお。そうか。どうしようかまあな安心したとこやもんな、はい、すいません軽蔑したからそうですそうやそんなこと言うから俺が悪口言ったから反対がするからやあのこれもちょっとじゃあ軽蔑してる人もこれは軽蔑しやすいんですけど、うちの先輩の上島竜兵さんがいまして、あの人本当にお酒が大好きで、まあ、毎回もう泥酔して記憶がなくなるぐらい酔っちゃうんですよ。それで、まあ上島さんが行きつけのお店でボトルがキープしてあったんで、それを後輩と一緒に行って全部開けてやったんですよ。それでそのボトルにいたずら心で水をいっぱい水でいっぱいにしてやったんですよ。そしたら後日上島さんとそのお店行った時に、その上島さんは水のボトルをまた注文頼んで、それグラスに入れて、それ水割りで飲むんで水で割って氷を入れてらっしゃるんですよ。だから冷たい水になっちゃってちょっと匂いがついてるからなんですよね、うん、こうやって飲んでも何も言わないんですよね、うん、2時間ぐらいしたらベロベロになっちゃった。
空気で多分ベロベロだ、空気で運転してるんだなっていう、ベロ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 、列回んなくなっちゃう、なんでもええよ、もう水でええの、ベロベロだ、なるほどな、雰囲気ですごい、それは軽蔑する、軽蔑しますそこはいいです、すごいすごいね、じゃあ行きます、黒だ、バラキュー、はい、あの僕これ最近のちょっと話なんですけど、あの僕朝から最近ちょっと銭湯に行くんですよ。なるほど、よく行く銭湯なんですけど、うん、街中にある銭湯 で、うんうん、でサウナにあのよく入るんですけどね、うん、ほんならある日こうスーツ、三つ揃いのスーツを着た50ぐらいの方が入ってきて、東京の方で大阪に出張やったらしくて、うん、あの東京弁で、うん、今からちょっと出張なんだよねみたいな話をされてたんです、皆さんに一人で来てあったみたいなんですけど、あそうですか大変なんですねみたいな、珍しいこうなんかスーツで来たる人もおんねんなと思って、で脱衣場に出たら、うん、そのスーツの人が騒いでるんですよ、うん、ないとない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 と何がないんかなと思ったら、うん、どうやらあの脱衣泥棒が出たみたいで、うん、スーツを一式全部パクられてたんですよ、スーツを、だから商談でしょ、そうですよ、でその人ごって焦って、もうどないあんまり遠く遠目で見てたんですけど、とりあえずバンダイのおっちゃんに怒ってるんですよ、うんうん、なんとかせえと、うん、スーツがないじゃねえかと、ほんなら僕のバナエのおっちゃんも、うん、いやいやわしらはそれ知らんから、うん、それは後で警察言いましょうかって言ったら、うん、いや警察なんか行く時間がないと、うん、全部パクられとると、うん、どうしてくれって言ったら、そのおっちゃんもちょっとピリピリしだして、うん、バナエのおっちゃんも、うん、貴重品は、うん、バンダイに預けろって書いてあるでしょうと、うん、ほらその東京の人が今度また切れて、はいはい、スーツは貴重品なのかよって言い出して、まあないわな、スーツ預ける人とりあえずしゃあないから、そこの人のがあのバンダイのちゃかつパンツと、うん、シャツはあの下で売ってるやつこれ着なさいと、でいやこれじゃ行かれへん、そうだよ行かれへん、どないすんねん、どうするんだよって言ったら、バンダイのおちゃんがまた、うん、そんなん言われても、うん、うちどない勝負できへんと、ほんなら風呂を朝洗うこんなでっかい機械使うときに着るジャージをね、うん、おっさんが白いジャージの上下出してきて、うん、これって言ってたりまたそのおっさんがこれで商談いけるかよって怒り出して1時間ほどごちゃ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 もうそこのバンダイのおばちゃんが見るに見かねて、バンダイのそのおっさんの毛布を出してきてこれで勘弁してくれってそのおっさんピッチピチの毛布でこうやって写真撮りなんだよなんだよ、しがないなと思うですね、全部暴られたみたいで最高ならどうしよう、怖いわ、怖いわ、落ちました、さあどうしましょうか、これ難しいとこやね、どうでしょう、我こそはっていうの、はい、いいね後藤君、あいやさ序盤にこうパンとねこれですね、相方岩尾君の話をさせていただきたいんですけど、本当にかわいそうなやつなんです、例えば道歩いてて、女の子が2人組ぐらいでこちゃ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 言うてるんで、うん、なよあんた行きや握手行っといでや、うん、あ岩尾もファンおんねや、うん、女の子が「はよ行きやあんたじゃんけん負けたやろ」っていうね、もうちょっと罰ゲームの扱いです罰ゲーム扱いされるのは男なんです、うん、顔も不細工です、うん、で何年か前からですね、うん、髪の毛が薄くなってきましてですね、うん、すごい一時ハゲてたんです、うん、今はまあなんとか努力して戻りましたけど、まあひどかったんです、うん、まあハゲてました、でこれなんとか自分でも出せなあかんということで、うん、中国にロケに行った時にですね、うん、その上海の街で当時流行った101っていう、はい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 、ものすごい生えるという噂になったやつをあいつもう8本買い込んでですね、ほんでカバンに入れてこれ2本で持ってって毛ボボになるぞということで空港行ったんですよ、ほんなら手荷物検査のところで向こうのそのね税関の人がノーと、ダメだと、ダメだと、どうやら僕ら英語わかんないですけど、なんかこう引火性があるからダメだみたいなこと言うけど、これでも岩尾英語わからないですけどこれなんとかせなあかんから、ノーと、
ノーしかないんや。日本ヘアプリーズって頼んだ。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 ノーって言ったんですけど。そんなことをテレビで言ってたんですよ。言ってたんですよ。そしたら、岩尾君に一通の封筒が届きました、ね。これファンレターなんですよ。岩尾さんへと。で、開けてみたらですね、小学校低学年ぐらいの女の子からなんです。もう本当に拙い字で、岩尾さんへと。みんなにいろいろ言われてますけども、私は大好きです。はい、これからも頑張ってください。うん、そして、うん、これを何かの足しにしてくださいって言って封筒の中見たら、うん、紺色の毛糸が一本入ってた。足しにな。さあ、いきます。はい。よし。おお。伊藤。伊藤。そうですね、もう最初、じゃあ聞いていただきたい、はい、私結構マッチ大好きってあのいろんなところでずっと言わせていただいてるんですけど、本当に小さい頃本当にマッチさんのことが好きなもんで、そのなんていうの、好きっていう気持ちをどうやってその感情を表現したらいいかよく分からなくて、一回部屋でクラシックをかけてマッチさんのポスターを抱いて踊ってたことがあるんですね。だってそういう感じ。おいくつぐらいの時に？10歳か11歳ぐらいの頃ですね。で、やっぱりなんか他にちょっと愛情表現がうまくちょっと思いつかなかったんで、それで部屋で踊ってたんです。で、ちょうどその頃キャンディーキャンディーとかが流行ってたんで、そういう社交会シーンとか、そういうダンスシーンみたいなのがあったんで、好きな人とはダンスを踊るっていう、なんかそういうイメージ。なんかあったね。それで部屋で踊ってたんです。うん、そしたら、たまたま、なんか私に用事があって、父が部屋をガチャって、ガチャって来たら、娘がポスター抱いてくるくる踊ってるんで、わっと思ったんでしょうね。で、まあそれを、子供のそのファン心理だと思ってこう整理してくれたら全然良かったんですけど、なんかやっぱりこう女ってまあ娘ですし、このまま行って大きくなって芸能人と結婚したいと言い出した、もう本当に傷つくのは目に見えてるし諦めさせなきゃいけないと思ったんでしょうね。で、夜その頃私2段ベッドの上に寝てたんです。妹が下で、私2段の上で、で多分高さがちょうど良かったんだと思うんですけど、私が寝てるところに父がやってきて、こうやって耳元で、お前はマッチとは結婚できない。たぶんまあそうやって洗脳しようと、洗脳まあそうなのかな。ある日バッと起きたらちょうど、お前はマッチだっていうとこを見ちゃったんで、もうショックでわーって泣いたことでその事件が発覚して、父が母にコテンパンに怒られた。コテンパンに娘の夢を自分じゃないわよ。母親と親父の違いみたいなものが分かるね。分かりました。いいですよ。いいわ、いいわ、よかった。ありがたい話は。これほっこりします。いきます。これ我こそはどうですか？我こそはいないですか？じゃあ行かせていただいてよろしいですか？コラーゲン半分。うちのわはは本舗にはですね、社長の食べ始めという男がおるんですけども、以前僕食べさんに言われたのが、お前はネタを作れる器用なタイプじゃないと、で作れないのなら本当に体験しろって言われて、でそこからその食べ社長が新宿2丁目のゲーバーで働いてこいとか、全部本当に、いろんな体験をするんです、で何があったかをしゃべるっていうことを今僕やってるんですわ。で、これ7年前にまた食べさんから言われた、その時の、テーマがヌーディヌーディストを体験取材してこいって言われた。ヌーディスト、ヌーディスト、服を着ていない、すっぽんぽんで過ごしてない。でもこれ本とか読むとエロとかではなくて自然に帰ろうとか、
心の解放を訴えるとか、はい、そういう、まあ、思想ではあるんですけど、そんなのをですね、日本でどうやって取材したらいいんやろと、で一応検索してみると日本にも会員制のヌーディスト団体があったんです。でまたたまたまちょうど1週間後に小田原のある旅館をみんなで借りて、そのヌーディスト団体がオフ会を行うとか、でヌーディストのオフ会ってもうどんだけオフやねんと思って、もうすでにオフなのよ。でこれ興味があって、でしかも見るとあの非会員の方も参加かって書いてあったから行ったんですよ、はい、たまずあの10名参加者がいて、で30代から50代の方々と、夜中には女性も3名いるんですよ、で行って何するかってもうまずほんまに脱ぐんです、まあ、そうやな。でそこからはずーっと一日中みんな裸で過ごすんですよ。これがもう僕らがしたら驚きの連続で、でパッと見ると本当にあのすっぽんぽんのおっさん二人でですね、裸やのにそのこと全く触れずに普通に卓球やっとるんですよ。もうそうなってくるわね、ちょっと突っ込みそうになるんですよ。おかしいやんと、そうか思ったらまた晩ご飯の時はみんなで集まって、でご飯食べてるんですけど、そこのホテルのおかみさんは普通の方なんで綺麗な和服を着てるんですよ。で綺麗な和服姿のおかみさんがすっぽんぽんのおっさんにこうビールついたりしてるんですよ。これもう変やな。でも一番びっくりしたんが、その参加者の一人のおっちゃんなんですけど、まあそのおっちゃんもここバン出してるわけですよ、でもそれにはこっちもだんだん慣れてきます、あここはもうそういう団体やからそうなんやろなと、でところがちょっとびっくりしたんが、ここを隠してないんですよ。ここを隠しておっさんがですね、爪楊枝使う時に口元だけ隠しようと思う。何やん、隠す優先順位間違うとる。他の人間の心理ってそんな状態でもやっぱりこんななんやなって勉強したっていうことですね。いや素晴らしい、ね、まだまだありそうですね。いきます。はい、星来ました。どうする、挙手、挙手いっときますか。はい、オッケー。はい、後藤行きましょう。後藤、いや、そこの間なんですけどね、うん、まあこれこんお前さ、それ本番前に練習してたから悪気まうわ。こないだなんですけどね、こないだなんですけどね。ほんまや。いや、それはやっぱ練習しとかないと、それ温めとかないとダメでしょ。はい、ね、いや、ね、改めて、いや、こないだなんですけど、そのまあ、コンビの存続にも関わることが起こりまして、ちょっとね、ロケに行ってたんですよ、はいはい、でロケに行ってまして、ちょっと待機しといてくださいということで、フットボールアワー、まあ、タクシーの後部座席で2人並んで、待機してたんですよ。まあ、時間は夜です、もう真っ暗なんですよ。ほんで運転手さんもどっか行ってまして、車の中は二人きりなんですね、ほんでまあコンビで喋るのもあれかなと思いながら、ちょっと気まずいのもありながら、ずーっと外見てたんですよ僕。ほんで向こうからなんかおじさんが一人歩いてるんですよ。まあまあ歩いてる人別に見るじゃないですか。でこう見てたんですよ、歩いてはるわ思いながら、おじさんがこう近づいてくるんですよ。おい、なんか来はったな、まあまあもう知り合いでもないし、こっちに来ることはないやろと思ったら、こんな感じの形相でこっち近づいてくるんですよ。おこっつい柄悪いよっちゃんなわけですよ。でわー来て、ちょっとだけ窓開いてたんですけど、コン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 って僕のとこ来たんですよ。はい、おいね、お前今見とったな、お前ね、わしのこと今見とったやろって言うんですよ。いやいや、見るも何も歩いてはったからまあ見てたかな。見てたと言えば見てたけども、じゃあ見てねえ、お前舐めてんのか、お前なんかテレビで見たことあんな、あお前調子乗っとんのか、お前さっきからガン飛ばしやがって。わわわわ、いやいや、そんなつもりないですよ。お前なんか降りてこい、ええか、ちょ降りてこいお前。いや、僕もこんな言いがかりなんなんで、わかりましたよって言って出たんですよ。ほんなんもうめっちゃでかいおっちゃんやったんです。こうしてたからわからなかった。こらあかんと、こらあかん、もう胸ぐらつかまれて、あこら負けると、ちょっと待てよと、相方がおるやないかと、相方の岩尾が助けてくれるやろと思って、頼む
も岩尾と思って岩尾パッと見たら、うん、手の震えを利用して雑誌の袋閉じ破ってた。何にもしてくれへん。向こう向いたまんまです。何にもしてくれへん。腹立つわボケあいつ。そう聞くわな、ちょっと、お前も大変やなみたいなこと言われて、なんとか、あ、そうか、まあ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 、いやらしいっちゃ、怖いですよ。怖い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 。いきます。お、西尾、はい、お願いします。僕ババアが嫌いなんですよ。ババア、ババア、あのババアっつっても。ちゃんとしてるおばちゃんたちはいいんです。自分を出すすごい、マナー違反のおばちゃんをババアって言いますね。はい、僕夏暑い時に電車乗ろうとして、でもどうしても座りたいから、まあ、あの乗車位置に並んでたんですよ。でみんなちゃんと並んでるんです。でも待合室クーラー効いてて、そこに行きたいけどちゃんと並ぼうと思って並んでて、で間もなく電車来ますって言ったら、乗車位置と乗車位置の間に待合室からババア出てきたんですよ。なるほど。そこに立ったんですよ。うわっと思って見たんですけど、もう瞬間にこのババア何するか僕分かったんですね、うん、もう電車の扉が来る時に同時にその扉についてきて、ふわっと来て開いた途端乗ったんですよ。で僕も一番前だったから座ろうと思えば座れたんですけど、うん、もうこれ座らんとこうと思って言ったろうと思って、うん、おばはんの前立って釣り革掴んでこう前かがみにして、うん、え、なんで横入りしたんですかって言ったんですよ。石田もババアがチラ見してえみたいな、横入りなんでしたの、ようしますね、そんなみんなすっげえ暑い中並んでんのに、うん、なんで横入りようできますねって考えしたら、まあまあ乗った人たちはみんなよく言ってくれたみたいな、こういう感じなんです雰囲気が、うん、でもそれが分かったからもうどんどん言うだろうと思って、うん、歳いってんのに恥ずかしくないですか、モラルないんですか、そんなんもうびっくり、僕自分の親やったらもうこんな恥ずかしくて絶対無理ですよ、これが親なんてなったらつって、いやしかもモラルってもの持ってほしいんですよね、それもう60ぐらいじゃないですかって、まあ、見た目45ぐらいだったんですけど、ちょっと上に行ったら女の人ってうーってなる、わざと回し痛いの分かりますけど、そんな用できますねって言ってたら、もうさすがに電車乗ってられないと思ったんでしょうね。もう次の駅降りる駅じゃないんですけど、バン立ったんです。で立って俺のことをバンって押したんですよ、うんって言って、でもまあまあ別に最後の悪あがき、負け犬ね、負け犬の逃亡やと思って、まあ別にええやつって言ってた、押されたったんや、押されたったんです。したらバンって押したんですけど、夏ですげえ暑かったんで、僕びしょびしょだったんです、 T シャツが、うんって押したら、うわ汚いデブだからすごい汗が、うわっ臭い、デブの汗って臭い、プシュッ、うわしまったんです。えっと思ってパッと見たら、それまで拍手だった人らがなんか、うん、ってなってるんです。だから僕も次の駅で降りました。もうやめや、もう言い過ぎやって、いや言い過ぎやって、ダメじゃないですか。そういうおばはんは途中でその言われてるおばはんの顔がもうサガネに見えてしょうがない。あ、そうですか、わかりました、いきます、よし、おー、音がめなおい、うわー、はい、一発目、はい、一発目、私がモノマネ番組に出させていただいた時の話なんですけど、モノマネ番組で山本リンダさんのモノマネをすることになって、でモノマネの芸人さんって結構研究して声真似たりとかするじゃないですか。でも私そこまでモノマネできないんで、歌とかダンスを誇張してやるみたいなのをやってたんですよ。でその練習の時もダンスの先生も、まあ直美はまあダンスとかを誇張してやった方がいいねみたいな話をして、やっぱそうですよねっていう話してて、で本番当日もちょっとなんかお腹出すような、ちょっとなんか可愛らしい感じのこのふざけれるような格好で、あのやってたんですよ。で当日ももうすっごいいろいろ誇張して、歌もダンスも誇張して、で歌い方も生きているのが好きなのさみたいな感じで誇張してやってたんですよ。結構誇張してやって、はい、
でバーンって終わったらまた曲が流れて、うん、後ろからタンガスがプシューってなったんですよ、はい、でえみたいな感じでバッて見たら、うん、山本リンダさんが本人登場、あご本人登場、はい、でもタンガスの中でルルルルッって本人が一番誇張してたんですよ追い抜いちゃって私よりも一番誇張してすごかったんですよ本人が一番そうです、うん、歌い方も、生きているのが好きなのさめっちゃ誇張してて誇張してしばらく見に行くんだからすごく恥ずかしかったっていう話です控えめんなと思ったら逆にね見てないみたいな感じされちゃったっていうまあ、まあ、いいんじゃないですか、うんはいうん、これだいぶ皆さんこちらからできますよねあこんな感じでいきましょう一回つけっていうことになりましたね。あ、近い。はい。3年ぐらい前ですかね。僕足を骨折して入院したんですけど、はい、で、まあその入院中は、まあ、たくさんの方見舞い来てくれるじゃないですか。うん、まあスタッフさんだったり、まあ同業種の仕事の方とかいろいろ来てくれるんですけども、まあその中にうちの相方の鈴木も来た日がありまして、でまあ。コンビですからマンツーで会うのは恥ずかしいみたいなんで後輩3人ぐらい連れて来たんですよ。でまあ俺も一応お前は来んでええわみたいななんでだよみたいなちょっと軽いやり取りもしながらで後輩たちがなんかこう見舞いの品みたいなんでこれ面白い映画の DVD ですとかで他の後輩はこの漫画読んでみてくださいみたいなちょっと使える系のでうちの相方はなんかこう本屋で買った紙袋みたいなのをバー出してきてこれは今必ず読むべき本だこの時じゃない時に読まない方がいいみたいなすげえちょっと強めの振り入れてきて、うん、でバッと開けてみたらなんか足つぼマッサージの本なんですよ、うん、で多分なんか今そんなところじゃないわみたいなことを突っ込まれようとしてんでしょうけど、うん、その立てすぎた振りも腹立ったしで足つぼっていうからにはまあ俺片足は骨折してるけど片方はいけるから押して健康にもなれるしなんかこう微妙なラインになっちゃうし振り切れるそうなんですよだからもうまあ一応まあ、うん、まあありがとうみたいなすかす方のツッコミしていやなんだよみたいなこと言われながらでまあいろいろ話とか後輩らとして後輩の近況を聞いたり僕の病院での出来事とかいろいろ話して1時間ぐらい経ってじゃあ帰りますわみたいな感じでみんなが帰り始めたんですで後輩さんにバーって出て行ったらあいつ一人だけ残ったんですよ、うん、でまあよ、まあ、ずっと忙しかっただろうからよ、まあ、神様がちょっと休めっていう意味でわざと怪我させてくれたんじゃねえのみたいなで、まあ、これから1ヶ月はよそのドランクドラゴンという看板は俺が背負って頑張るからよまあ焦らずにゆっくり安静にして治療に専念してってよみたいな感じのちょっとかっこよさげなこと言ってバーって出て行ったんですいやある程度寒いと思ったんですけどそれよりなんかちょっと感動の方が大きくてあこいつこんな一面あるやん知らんかったっていうのと頼りがいのある感じとかちょっと男前のフレーズとかにちょっとうるっときてあーっとなったらツタッとこう涙出てきたんですよ、あいつ特に寝てよかったんかもなみたいな涙流してでまあそこから1ヶ月、病室でずっとテレビ見てたんですけどあいつ1回もテレビに出てこなかったあんなめっちゃええ言葉と看板どうこう言うたのに1ヶ月から1回もテレビ出てけまあなあ、こっちしゃべるな急には無理やしなそうでも俺が頑張らな思いましたちょっと水が水がいやいいですねきましたあっ矢作きましたじゃあ皆さん大好きな荻の話をちょっとなるほどやったあ大好きでもないけどね荻ってね、うん、まあ本当にこう自分のことをよく見せようとか、うん、あそういう人間なんですよねちょっとこうまあ陽子さんがいるんでちょっと言いづらいところなんですギリのお母さん、まあ、何しろこのすごいんですよ高いことを言うというか偉そうにするというか知ったかぶりをするというかまず
この業界に入った時もですね、まあ、人力車の芸人の中で一番初めにフジテレビのことを CX って呼んだのは小木なんですね。言いたいそういうやつなんですよ。そういうこと言ってカッコつけたがるんですね。でそれだから 2,3 年目の時の話なんですけど、まあ、そういう言葉を使うんですね。だから12時のことをてっぺんと言ったり、でも基本的にちょっとうろ覚えで間違えることもあるんですけど、ある日、人力車のライブが終わって、で楽屋からもうみんな帰ろうと思った時に、まあ、ある芸人が小木さんこの後何かあるんですかと、まあ、ご飯の誘いをしたんですね。で小木はねすごいこうやっぱり用事があったらしくて、カッコつけて、やっぱね、使いたかったんですよ。ケツカッチンという言葉を。だから本人はすごいカッコつけて、俺ケツカッチンだからよって言って帰りたかったんですけど、なんせうろ覚えなんで、すげえカッコつけながら、俺この後、後カッチャンだからよって言ったんですよ。駄菓子みたいな。かろうじて原型あんのかな。はい、でもさっそと帰っていったって話なんですけど、腹立つわ。後が歩いていたかったよね。うまかっちゃんっていうのもあるけどね。うまかラーメン、うまかっちゃん。はい、星出ました。これどうしますか。いいですか。その星いいね。ザ・漫才のチャンピオンがいただきましょう。 いいですね。今ノリに乗ってますからね。この後ザ・漫才チャンピオンの実力を見せつける。ひとし松本のスペラない話、10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。ひとし松本のスペラない話、10周年おめでとうございます。はい、星出ました。これどうしますか。いいですか。その星いいね。ザ・漫才のチャンピオンがいただきましょう。 いいですね。今ノリに乗ってますからね。あのですね、まあ、とある心霊番組に出させていただいた時に、楽屋でヤルセナスの中村さんという方がいらっしゃって、でめちゃくちゃの霊が見える感じですよ。でこれ本当に見えるみたいで、その時僕全然信じてなかったんですけど、楽屋でちょっと急にお前年上行ってるって言われたんです。年上の女性を、でいやいや全然行ってないですみたいな。いや30代のね後半ぐらいのね女の人が見えんだよねみたいな。でだ千葉の方に多分住んでるんだよみたいな。で何言ってるんですかみたいなこと言ってたんですけど、一人その学園の中で青ざめてる人がいて、それがうちのマネージャーで、急にちょっといいですかって、カバンから大量のファンレターを出してきて、実は村本さんには黙ってたんですけども、ちょっと悪質なファンレターがずっと届いてると、で内容がもう本当にあなたと一緒に死にたい的な感じの内容なんですよ。それの送ってきた先が千葉なんですよ。当たってるんですよ。で名前とかね見たら、まあ、年齢も書いてたんですけど、37歳なんです。もう全部当たってるんですよ。おそらくこの人が生きようとなって僕のところについてると。でその時たまたまのディレクターさんがいらっしゃったんで、よかったら番組でそれを喋ってくださいって言われたんで、あいいですかっつってもう喋ったんですよ。でそれからもう舞台とかどこでもうわ喋ったんですよね。で結構名前とかまでちょっと言う感じで喋ったんですよ。お客さん食いつくんで。でそれぐらいから急に僕はツイッターをやってるんですけど、ツイッターでなんかちょっと悪質な僕のことを攻撃するツイートが増えまして、それはなんか誰かをフォローとかしてるわけじゃなく、僕を攻撃するためだけのツイートなんですよ。僕は無人爆撃機って呼んでるんですけど、攻撃してるんですよ。で僕のファンとかにも攻撃してるんです、ツイッターで。ね、なんかあいつはファンに手出す最低のやつだみたいな。僕はファンに手出してるんですよ。出せんの、出せんの、出せんの、事実を言ってるんですよ。ファンが、そうしても、ファンが、最低だみたいなことで、どん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 こう、僕のファンをやめていくんですよ。こうしてる間にも、一人一人とファンは減ってるわけですよ。ね、僕が手出してるわけですからね、僕のいけすから魚は逃げていってるわけですよ。ね、そこで私は、その女に電話することにしまして、ファンレターに番号載ってたんで、生電話、生電話。ただ僕も若干やっぱテレビ出てますんで、僕の番号でかけてしまうと、やっぱね、ちょっと問題ありますんで、僕の後輩であの赤い自転車の宮田ってやつがいてまして、そいつがね、言ってる、そいつがね、売れてなくてね、これからも売れることがないので、そいつの番号でかけてやろうと。最低やな、いちいち最低やな。で、電話してることにしたんです。ね、その宮田に電話かけさせて、僕、
中目黒住んでるんですけど、うん、中目黒の駅前に呼び出しまして、うん、ね、全部この時間に下に待ってたんですよ僕は、うん、でちょっと後ろの茂みにちょっと怖かったんで後輩10人ぐらい隠して、うん、いざになったら行ってくれっていうことで結構多いな、はい、待ってたんですずっと、うん、でその時間に来たんですよ、うん、その女の人が、うん、でめちゃめちゃ可愛かったんです、あの黒木ひとみさんをちょっと若くしたみたいな、感じで、でも怖かったんで、ドキ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 っていう恐怖のドキドキから可愛い人来たんで、なんか吊り橋効果でちょっと恋の感情に変わってきました、ね、ちょっと好きな違うドキドキ違うドキドキ変わってきました、ね、とりあえず後輩に帰れと、うん、10人の後輩に後輩に帰るかって言ったんだけど、あとは任せてくれ、うん、で家に来なさいって言って、うん、その女の人に説教するぞって言って、うん、家に呼んで、うん、何でそんなことをしたんですか、うん、って言ったんですよ、うん、だもう好きで好きでたまらなくてやってしまったんです、うん、で僕も、うん、僕も好きだと、僕も好きだと、うん、でお互いちょっと、まあ、その夜に、うん、まあ、結ばれたんです無人爆撃機で結ばれたんです無人爆撃に乗り込むことになりましたよ私がでそれからもう37歳のこのね、うん、やっぱこう、まあ、その魅力にどっぷりとハマってしまいまして、うん、それからもう僕週5ぐらいでその人に電話するようになりまして、ね、うん、後半向こうが電話出なくなりまして結果僕今着信拒否されてますおそらく今僕の生き量が向こうについてるんじゃないかアホやなこいつ一発目にする話かあの短い間に最低がいっぱい詰まってた詰まってましたね素晴らしいねさあ均等にねできるだけね高橋あのまあ僕まあ普段コンビでやってるんですけど、ね、結構一人の仕事も、うん、ピンの活動もまあ多くて、うん、多くてっていうかもうほぼ会わへん期間の方が長い時あるんですよね。あるある。でこう僕コンビなんですけど、うん、マネージャーからはお互いの仕事のやつが全部メールで送られてくるんですよ、うん、だから僕が何やってるか相方も知ってるし相方も僕が何の仕事やってるか知ってるんですよね、うん、で僕大体収録が多いんですけど、うん、僕の相方なんなんこの仕事みたいなのがあるんですよね、うん、で、いくびっくりしたんが、うん、あのスポーツジムのティップネス営業、うん、スポーツについて語るイベントですと、うん、で出演サバンナヤギ、うん、中山筋肉、うん、ティップネスインストラクター笹井さんってなってたんですよ誰と何の仕事すんねんと思ってすごい仕事ほんならその当日の2日前ぐらいに、うんうん、笹井さんのスケジュール NG のためバラシになりました誰のスケジュールでバラされとんでみたいな笹井さんに振り回されてる笹井さんでアウトなのか言ってで結構そんなのがよくあるんですけどこの間びっくりしたのが、うん、僕テレビの番組大阪で収録やったんですよ、うん、でヤギ園田競馬場で、うん、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの、はいはい愛犬と15分漫才って感じたんですよ、こんなことあるかとゆるキャラのちっちゃいおっさんと漫才だけでもなかなかない話だったのにゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬と15分漫才もう愛犬おることも知らんなんやこれと思ってほんで僕相方に聞いたんですよこれなんなんて言っていや俺もわからへんとでも多分ちっちゃいおっさんに愛犬のゆるキャラがおるんやろとなんかちっちゃいおばはんっていう奥さんがいたりとか、はいはい、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬っていうゆるキャラがおってそのゆるキャラと15分漫才するんやと思うとでネタどうすんのいや何にも決めてない当日中の人とネタ作るわって言ってたんですよ15分長いででもまあなんとなくいけるんちゃうみたいな感じだったんですよほんで、その日、僕、朝、仕事も一緒やって、新聞にも結構でかく広告載ってるんですよ。園田競馬場、15時、サバンナヤギとちっちゃいおっさんの愛犬と漫才って言って、ちっちゃいおっさんそっくりのゆるキャラの絵が描いてあったから、あ、こういうことなんやと思って。ほんで、僕、普通に収録やって、終わって、東京に帰ってくる新幹線で、携帯見てたら、ツイッターに、僕のファンの方がそれ見に行ってたんですよ。ヤギさんがそのだけ場所で大変なことになってますどうしたって言って写真が添付してあったんですけどゆるキャラでも何でもないこれぐらいの普通のパグを
僕の相方が舞台でこう連れてる写真なんです。ゆるキャラのちっちゃおっさんの愛犬って普通の犬なんて。びっくりして僕。ほんで次の日に相方にすぐ聞いたんです、うん、あれ一体何やって、うん、いや正直俺もびっくりしたと、うん、相方さん入っておられますって言って楽屋通されたら、うん、柱に一匹のパグが来たで、うん、僕の相方の弁当を食うてるんですって、うん、で普通怒るけどまあこれもコミュニケーションかと思ったらしいんですでこの犬と15分やってくださいって言われたんですね。犬と15分ってどうしようってなって普通断るじゃないですか。で僕の相方はでもやれって言われてるしやらなあかんと、うん、真面目やからな。で僕の相方が唯一思いついたネタがーわーって犬連れて行って、この犬天才犬なんですよ、1たす1はって言おうと、ほんなら僕の相方の想定では1、うん、1個少ないわで、か、ワンワンすごいでしょ、うん、か、ワンワンワン一個多い、うん、どのパターンでもいけると。資格なしやと。で、僕の相方の考えでは、どのパターンでもいけるぞっていうことで、パグ連れて舞台に出て行ったんですよ。ほんなお客さんは、パグやん。ヤギさん連れてる犬やん。何これみたいな。で、1たす1はって振ったら、パグが何にも吠えずに、まあ、あるわな。はっはっ言いながら、ステージを走り回るらしいんですよ。だから、15分、僕の相方は、1たす1は、1たす1は、1たす1はって尋ねてる横でパグが、はっ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 て言ってるだけの15分なんですよ。あまりの地獄絵図に、最後の2分、大爆笑やったらしいんですよ。継続は力やな。ほんでさすがにそれ僕マネージャーに怒るやろなと思って、僕の相方もう犬とは無理やでって言うかなと思ったら、ちょっと今後吠えへん犬はやめてや吠えたら OK なんかよお前あの人すごいね、あの人ええわ、あの人いいと思うわあのですね、あの我々の先輩で、うん、あの木村雄一さんっていう方がおられるんですけど、あの方本当にもうすごくきっちり何事もしてはって、っていうね、あの先輩の代表みたいなのがありますよ、はい、その木村さんがですね、ちょっと加湿器を買いに行くんで、ちょっと純也ついてきてくれって僕電気屋までついて行ったんですよ、で、あ、この加湿器ええな、俺じゃあこれ買うわって店員さんごめんなさいこれくださいって言ったら、店員さんがですね、はい、あのこちら青色とピンク色がございますけれども、はい、どちらにしましょうって言われた瞬間に、キム兄が、考えたがれろ言って、なんで40過ぎた男が家にピンク色の加湿器買うねん、青に決まってるやろ言うてるキム兄が真っピンクのポロシャツ着てるやもう、おお若葉やした、はい、あの僕2008年の M1 の決勝に出させていただいて、はい、あのお仕事をいただけるようになったんですけど、その時 の, あのエントリーナンバーが4431という番号だったんですけども、でそ の, あのナンバープレートつけて漫才をやってたんですけど、うちの親父が、まあ、あの芸人だってよくある話だと思うんですけど、そのテレビに出て食べれるようになるまで、あのお前とはもう会わない、実家にも帰ってくるなっていうことで、あの数年会ってなかったんですよ。でも M1 のその決勝は見ててくれてて、俺のそのナンバープレート4431を見て、あれ俺のことを思ってあの番号にしてくれてたのかなって言ってたらしいんですよね、で親父があのもう熱狂的な、あの阪神ファンなんですよ、はい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 、で1985年のゴロのタイガースで、はい、あの好きで、でバースの背番号が44番、はい、で掛布の背番号が31番、はい、で4431で、でそのもうやめちゃったんですけど、会社のロッカーの鍵とかの番号を4431にしてて、で自転車の、あの自転車が趣味なんですけど、自転車の鍵のチェーンも4431で、ジム の, あのロッカーとかも4431にしてたんですよ。で、あの M1 出たんで、あのもう食べれるようになるかもしれないから、もう実家帰ってきていいぞって言われて、数年ぶりにお正月帰って一緒におせち食べてたんですよ。そしたらあの番号俺のために4431にしてくれたのかって聞かれて、そしたらあの母親が、
お父さんなんか喜んでたわよねみたいな、うんうん、でもあれはそのエントリー順でこう決まるもので、うん、僕が選べるものじゃないので、うんうん、あれはまあ全部そこ嘘つけない、うん、あれはなんかこう別にたまたま4431だったんだよっていう話になったんですよ、うんうん、でも親父もああそうかみたいな、でも偶然ってあるもんなんだなみたいな、なんか縁がなんかあるんだろうなみたいなことで、で M1 とかでそのトーク番組すごい出るじゃないですか、でその話したらスタッフさんがその話いいですねって、あのあったかい話なんでいろんなとこでこうしてたんですよね、その話をしたら、あの親父あの自転車盗まれたそう盗まれたよ、個人情報がダダ漏れだったで電話かかってきて二度とあの話するなせっかく仲直りしたのにまた仲悪くなっちゃったあーそうかなるほど、あるわそれは言えるわあー怖い怖い危ないとこや今番号変えてるんですよ、お父さんが番号変えたらその話ですよ、そうですよね、ちょっとてっちゃんなんか何をこちょこちょこちょこなんかしてんの、人が喋ってる、飴ちゃん食べたり咳込んだりあの咳腫れしたんで本当ごめん、わかりましたごめん、ちょっと出川さん落ち手前で咳払いしてたの俺目に持ちますよちょっとそういうのこれ本当ごめん、いやでも今のは本当ごめん、あの俺そろそろ落ちなくてもうちょっと伸ばそうかなと思って、本当に本当にごめん、下にお水ありますから、水もあるし、本当にスタッフさんも本当にごめん、あの今の焦って焦れば焦るほど本当に、あのでも今ぐらいならセーフだよね、セーフだよ、大丈夫だけど、あの喉飴のパリパリをねもう剥いといて、剥いといてもらえたらいいじゃん、はいはい、ごめんなさい、本当ごめんなさい、さ震えながら剥くなやいやいや、あのちょっとごめんなさい、はい、大丈夫です、わかんないです、ほんとごめん、いや全然変な感じで、あのスタッフもあんまり抜かないでくださいそんなわけにはいかんやろ、犯罪者やないんやから、いきますよ、よし、うーん、大輔、はい、これはあの僕が小学校6年ぐらいの話なんですけど、うん、うちのお父さんと僕でずっとボーイスカウトやってたんですね、うん、で2人でキャンプ行こう言うて京都の山奥キャンプ行って、うん、まあ一泊して帰ったんですよ、うん、雨降ってきたんで、うん、でなんかこう楽しかったなとか言うておとんとこう車で走ってたら、うん、前に車があの山に落ちかけてたんですよ、えらいこっちゃ、でやばいと、これ大輔助けるぞと、うん、お父さんとバー降りていって大丈夫です、うん、あの僕手伝いますから言って、うん、ほんで大輔後ろ行けと、うん、ほんでお父さん前を押すから言って、うん、一斉の腕でこれ行くぞ言って、すいません言って向こうの人も、うん、変な行きますよ言って、うん、行くよ、おいで、せーの、ウィビビ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 、行くよ、せーの、ウィビビビビビビビ、言うて僕も後ろから押してたんですよ、ほんなら次の、行くぞ、せーの、ウィビビ、あー言うたんですよ、親父が、ほんで、なんやと思ってパッて見たら親父のここから煙がブワー出てるんですよ、シューって、ほんでパッて見たら、あの、前輪駆動やって前輪駆動のタイヤが前でキュリ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 なってて、親父の膝そこにガーッつけてキュリキュリキュリなって、うわー言うたら煙ガーッ出て、全然駆動かい言うたら言うといてくれよって言うて、ボロボロですわズボンのボロ、ええおっちゃんやな、でもね、おっちゃんですけどかわいそうでしたよ、かわいそうやな、こんま無視しといたらそんなことなれへんかったんやけどな、人がいいばっかりに、はい、じゃあいきます、ファイブ、僕の妹がですね、何年か前に結婚したんですけども、名古屋の松川屋老舗という、まあ、おまんじゅう屋さん、大きいとこなんですよ、百貨店とかにも入ってるすごい大金持ちのところに嫁ぐことになったんですよね、で、あ、やりよったなと思ったんですけども、うちとしてはちょっと大騒ぎじゃないですか、僕その時漫才師だったんですけども、全然売れない漫才師、名古屋には名前轟いていない、髪の毛もアホみたいな金髪にしていると、ちょっとこう妹にこう恥かかすなと、向こうの旦那は言えばもう伝統芸能のなんかクラブに入っててみたいなことになってるし、もう全然ちょっと家柄が違うんですよ、うわこれかなんなと思った時に、あんた式出る時は略礼服着いやいて、おかんに言われたんですよ、略礼服って何やねん言ったら、普通にスーツで行くんやろ若者は、ちゃうねん、こうここがちょっと太いやつあるじゃないですか、おじさまが結婚式と着てるこうビロビロの、はいはいはい、そんな感じのこの襟のところのやつがあると、そんなんでいかなあかんの、それを
略礼服と言って、でそういうのはもう行かなあかんね、それだと失礼になるって言うたから、僕それちょっと嫌やな思ったんですけど、まあ妹に恥かかしてはいけないということで、ほんじゃまあ分かって行くわ、で親に金もろって、ほんで買いに行こうかな思ってバーって行ったらですね、百貨店とかってちょっと高いんですよね、ちょっとお前どうせ多分この時しか着いひんから安いの買おう思ってバーって行ったら、もうここの紳士服どうやって生計立ててんのやろっていうぐらいのこう静かな紳士服屋さんあるじゃないですか、大阪の下町ですから、まあ、そこに見たら略礼服19,800円とかあったんですよ。あ、ちょうどええかな、これ行こう、すいませんって言ったら、あれ、どないしたん兄ちゃん、あの略礼服欲しいんですけど、あ、珍しいな、略礼服いうのはな、どんなところでも行ける、観光総裁全部行けるで、最近若いやつ聞いひんけどな、お前そんな何でそれいるねん、いや妹がこうこうこうでこういうことで、あ、そうか、それはもうな、恥かかしたらあかんな、お兄さんとして立派や、よっしゃ俺は見たろうでバーってやって、でこれでどうですか、あ、ほんならな、日曜日やろ結婚式は、その時金曜日やったんですけども、ほんまやったら明日もう一回取りに来てもらわなあかんけど、妹さんのためや、お前1時間どっかで飯食うてこい、俺がちゃっちゃってやってやな、裾バーってやっとったるかな、めでたいから俺やっとったる、あれなんです、飯食いに行けって言って、僕も食べてたからちょっとお腹いっぱいやったんですけども、まあまあね、そこは食べてきますとは言うて、でまあ本屋で貸しを見せて、ちょうど1時間ぐらい経ったかな、帰ってきた、お食うてきたか、はい、まあ嘘つきながら、よっしゃこれできたぞ、妹さんによろしくな、立派な結婚式あげたるよ、わけわからんこと言われて、あ、わかりました。ほんで僕はまあ帰ってきたんですよね。ほんでこうできたか、うん、言って。ほんでまあ、親とか先行くじゃないですか。で、僕はあの近鉄電車というのに乗って、一人だけ遅れてこうパーって行ったんですね。ほんだら、小屋武家、控え室みたいなとこで。あ、ここで着替えるの。いや、着替えるのはな、5階のところに、ちっちゃいところあるから、そこで着替えといて、もう、大安の祝日ですから、もう、大きいホテルに人ぐわおるんですよ、ね。あ、分かったわ、つって。でまあ、着替えに行くと。ほんだら、5畳ぐらいの狭い部屋に、そんなんあるって知らんかったんですけども、細長いこう鏡が、姿見がこう3つこうあるんですよね。僕入ったら、おじさまたちがこう着替えてるわけですよ。はいはいはい、あ、こういうとこ着替えんや、へえと。で、こっちにおじさま、こっちにおじさま。1個空いてるから、僕着替えよう思って、バーって全部脱いで、シャツ着た、ネクタイ着た。かかってる順番で普通ズボンやのに、なんかさっき上着たんですよ。ほんで、上着た。なんかパンイチで変やなと思いながら、次、ズボンパッて履いたら半ズボンやったんですよ。ここで消えてたんですよ。ここで。で、それが半ズボン用にシュッてなってるんじゃないから、うん、こういうので切ってるかも、ふわ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 してる。ほんで、もう一瞬わからんくって、パッて履いた時に、あれって。もう目の前銀色やったんですよ。銀色ってよ。でパッて見たら、長ズボン、長ズボン、半ズボン、やかんわなって、うわどうしよう思って、完全に半ズボンで裏クリってなって、ぐわ縫うたるぞ、丁寧に、何やねんそれ、どういうことやねんと考えてるんですけど、もう式始まるからそんなん言うてられんと、言うてられんもどうでもええと、おっさんの腹立つかとかも思い出しましたけど、今はおっさんとりあえず置いとこう思って、この半ズボンどないしたらええねん、半ズボンで出ようか、いやそれはあかんとか、もうおかんや、おかんしかないって電話して、もうおっさんとかもこうあってなってるんですよ。でもそれもう恥ずいとかもそんな関係ない、おかんと、あのな、略礼服半ズボンやねん、おかん何言ってんの、長ズボンやから、いや違う違う、その長ズボンが半ズボンやねん、何をわけわからん、あんたもうとりあえずおいで言って、わかった言って、ほんでもうその来たままブワーって行ったんですね。ほんでエレベーターこう待ってたら、もう子供たちが来てクスクスクス笑ってるんですよ。また画面画面、そんなもん関係あるへんって、お前関係あるなんやお前、ちょっと子供に面識行ったりとかしてたから、でエレベーターブワー降りていったら、もう100人か200人ぐらいこう大きいロビーに人おるんですよ。何階上もあるから、そこを抜けないと小屋武家控え室行けないんですよね。エレベーターの隙間からこの人見ながら、うわここ行くんかちょっと恥ずいな思ったんですけど、もう時間もだんだん迫ってると、ほんでもうサササササって泥棒みたいな感じでサササササって早く行ったんですよね。そしたら、うわ半ズボンや半ズボンやってドバーンって言うんですよ。めっちゃ恥ずいなって、それってもうまたでかいから目立つぞ。相手方の親戚に見られたかなんと思って、うわ見られたないなと思って、小屋武家控え室なんとかやってバッて開けたら、もうおっさんとか親戚のおっさんドカーン笑うて、半ズボンでこれかいや、ちょっと待ってくれと、いやおもろいのは分かると、意味分からんの分かるけど、もう笑うん、ちょっとやめてよって、みんなもう、お前なんか和豊が半ズボン履いとったのがそういう風に見えてくるわって、もうお年玉くれたおっさんとかもだんだん腹立ってくる。
そう、今までの思い出は関係ない、何もやってんだお前みたいな。春田さんな、親戚に満金で面積来た時、あの時しかないですよ。ほんならお母が向こうからファー来て、あんたそんなんだから言うたやろ一回来とけ言うて、いやその今言うてもしゃあないやんけそんなもん、もう半ズボンやねん、半ズボンおかしいやんけって、俺に言うてもしゃあないやんけとかでわーっておかんと揉めてたら、その親戚の中での一番長老的なおじさんが、貸し衣装があるかなって言ったんですよ。渋っ、ね、ほんだら俺とおかんが、いやだからそんなんなって、一瞬にしてこうお花畑の世界になってまとまったやん、びっしりよかったそうやわ、なるほど、貸し衣装やわ、言うていこうかな思ったら、また半ズボンのままさっきのロビーで通らなあかん、戻らなあかん、戻らなあかん、うわどうしよう、まあしゃあない、コソコソコソって言ったら、ほら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 ってドカーンなってました。一回通ってて半ズボンおったで、嘘つけそんなもん、半ズボンなんかおるわけないや、おんねんで、ほら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 って笑い倍になってるんですよ。ほんで貸し衣装のところ行って、まあ借りて事なきはいたんですけども、上と下がちょっと違う微妙な黒の違いでお写真を撮ったという、何度も間に合いましたですけども、なんなんやろ、後から電話したそう、すいません、半ズボンやったんですけど、なんて言うんかなと思ったんですけど、木の絵おっちゃんだ、あそうですかすいませんって、タメ口だったのもうすごい敬語で申し訳ない、すいません半ズボンですかすいません申し訳ございません、もう全部上も持ってきていただいたらさらに買えますんですいません、いやいやあのほんまに式終わったんでね、いやいや本当にあのもうすいませんでした申し訳ございません、でもどうしてこんなこと起こったんですかね、知らんがなそんなことなんでお前が俺こっちに疑問なんだなんででしょうねって言いましたけど、僕結局行かずままでね、その質問は腹立つな、すごいな、辛かったです、いやー滑りませんね、やっぱりすごい、みんなすごいなこれ、なんやろ、あこれはもうキムに行きますかね、そうですね、はい、もうあんな緊張感味わうことは今後ないんやろうなという話なんですけども、7年8年前ぐらいです、ジュニアが東京来て、まあ、ちょっとしたぐらいの時期で、あの頃まあそんな暇やったんで、みんな仕事も、はい、偏ったりとかしてたんで、結構昼間からずっと遊んでたんですね、はい、これ松本さんと僕とジュニアと3人の時の話なんですけど、まあ、松本さんの車で家集合して、はい、で僕が助手席乗ってジュニア後ろ乗って、まあ、ラーメンでも行こうかと、はい、1時2時ぐらいに、まあ、ラーメン食うて、まあ、大体の予定がラーメン食うて、まあ、お茶飲んでなんや買い物みたいなして、まあ、晩飯もなんか食べて、まあ、解散しようかみたいな感じが通例やったのね、で、まあ、ラーメン食べてでアイスコーヒー飲みたいな言って、いいですね、サテン行こうか、あのサテン行こうかって言い張る、どこですか、あの原宿のや、うん、原宿の座店、うん、前行ったや3人でこのメンバーやちょうど、うん、半年ぐらい前かなって松本さんが、あどこですかね、ジュニア分かる、いやちょっと分かんないですね、うん、いやいやまあまあ近づいたら分かるわ、あそうですか言って、バーッとなんか原宿の駅の横の方のちょっと R がついたとこ、ここで止めてちょっと入ったとこや、思い出したやろ、いやちょっと分かんないですね、ジュニアは分かんないっすね、いや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 、来たこのメンバーで半年前だんだんちょ腹立ってきはって、まあ、入ったら分かるわってもう目の前に来たらお好み焼き屋さんになってんね、うん、いやこれ今お好み焼き屋さんやけど前サテンやったんや、分かるやろもう、いや分かんないっすね、いや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 絶対おかしいよお前らって、もうちょっとあかん入ろう言って、お好み焼きさん準備中やねんけどブワー入っていって従業員仕込みしてるとこで、ちょっとすいません来い入るおおあんまり変わってへんわレイアウトあんま変わってへんわ、ちょっとすいません、ここほらショーケースのとこ、ここほら見よ見、なんかキャベツかなんか入ってる、ここ前コーヒー豆入ってて俺買って帰ったあ、こっち週刊誌積んだって思い出してやろう、わかんないっすね、いや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 、お前らいい加減せえよ二人ともっちゅうのは考えられへん、いやちょっと待て、ちょっと店の人聞くわ、ちょっとすいません、ここ前あの査定でしたよね、あまあそんなことを聞いたような前の査定の人ちょっと連絡取れないですかね、あまああの電話番号一応あります、ちょっとすいません、ちょっと電話しますわ、電話かせえじゃんや電話して、なんでやん、ちょっとすみませんけど、もし
連絡取って、あの連絡ついたらあのちょっとジュニアに電話するように言ってもらえませんかね。お好み焼き屋さんの大将にジュニア電話番号言え、ジュニアはいって帰ってもうでも出て、もうお茶ないからお好み焼きになってるからもう乗れ言うと、お前らほんま肝においてはやな、こっから竹下通りの抜け道がありますよみたいなこと言って買い物行ったやないか。すいません分かんないです。いやもうもうええ、お前らもうお前らもうええわアホか、こんなしょうもない怖いや言って乗れ言って、まあ、車でももうまあ何話すわけでもなく、まあどこ行くかなみたいな感じで走ったらジュニアの携帯電話あって、ジュニア出て、あはいもしもし、あはいはいすいません、あちょっとすいません、兄さんあのさっきのお店の人が、おー貸せ車止めて、もしもし、あの松本ダウンタウンの松本ですけども、あの半年ぐらい前だと思うんですけど、僕とあの木村雄一と千原とあの3人で行きましたよね。あそうですか、あはいはいはいすいません、はい、なんか知らん言うてはるわ。いやそれはだって俺らは行った記憶が全くないうわどうしようかな、車の中でも片身狭いし、はい、で結局なんかその日はもう晩飯ももうなんか行く気になれへんみたいな感じでもうなんか解散やみたいなって、もうジュニアと二人で降ろされたっていうか、まあ送ってもジュニア覚えてる、いやない違う多分間違ってあると思うんですよせやあの勢いやったからな言うて家帰ったその日は。ほんで3日後か4日ぐらいガキの使い家で見てたんや。で遠くなってリリースアンジェントルマンバー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 ン言ってダンタンさん出てきはって、松本さんが、いや浜田よもうこれ老いというのはこれ怖い、老化というのは怖いな浜田もう何やどないしたんや、え何やろうって思ってた、いやこないだなキムとジュニアと3人でな、まあ、ラーメン食ってチャー行こう言うたらな、あの2人が知らんよんねや、あの時の話してはるわ何やろうって思って、お腹立った間で話になんのかなって思った、ほんでなもう行ったんや、ここ思い出すわ道歩いてたら言うて、お好み焼き屋なってたんやほんほんってほんでもうお好み焼き屋入って行って、もうほらお前らもう来い言うて、あの時のまんまやるな、ほんでここがショーケース、ここがコーヒー豆置いてあってって言うた瞬間、違うわ今だと山下やって思ったんや、あの小岩のことでもそこでもう間違った言われへんから、ここに週刊誌があって思い出してやろう、いや分かりません、いやいやいや電話番号の下りも全部あって、ずっとその時もう違うって思ってたそれで前の人の連絡先分かんないですかねっていう時に分かりますって言われた時連絡ついちゃう分からんでええのにね、でそっからキムとジュニアにもそんな話一切今日までしてないから7年前7年前ただ泣き寝入りですよ泣き寝入りとあのことやな、おいえガキ見てたらさらにもうあの時なまだな、もし思い出したふりしよったらどついとろ思ってたよかったジュニアに電話したことは言うまでもないわ見てたなんか、ね、腹立ったというか悲しかったんですよ、なんか兄さんとの思い出は喫茶店のことでも覚えといてくれよって思ってたそうや途中切れながらお前ら兄さんとの思い出をとか言うてたねお前ら兄さんとの思い出をめっちゃ言うてたないです今さんと山下やいやーしかし滑らんねすごい、ああこれは滑らんわあのですね、はい、僕は本当あの短い話なんですけれども、はい、まあ、大阪で今も現在やってはるある芸人さんが、うん、清水さんっていう芸人さんなんですけど、はい、その芸人さんっていうのはもうすごくこう悩みやすい体質なんですよ、はい、でもちょっと仕事でうまいこといかなかったらもうすごいこう悩みあるんですよ、割とナイーブなんですよ。ほんである日その清水さんが中へ後輩のところに電話がかかってきて、うん、俺今から死ぬと
俺はもうあかん、俺はもう今から死ぬ、兄さん何言うてまんねん、青なこと言いなんな、今どこですか、もう俺は川べりに今立ってると、今から俺は入っていく、やめこっちはそれ、やめなあれ兄さん、やめなあれ、今までありがとうなって清水さん電話切って、で川にうわー入っていったんですよ、うわー入っていって、で向こう岸ついてもうたうわもう切ないなそれ。いやいやよかったまあね神に生かされたんですよ、ね、さあ あどうぞ、はい、はい、去年の末ぐらいに子供が生まれまして、で一人目なんですけども、ちょっとあの親父コンプレックスっていうんですかね、うん、他のお父さんが立派に見えて僕なんかもう全然あかんなっていうような気持ちになるんですよ、はい、でこれはたまに親父らしいとこもバンと見しとかなあかん嫁とかにと思って、である日嫁があのお茶を台所に入れに行ったんですけど、電気つけたらええものをつけんとやってたんですよね、ほんならなんかガンと当たってグラスがパリンってこう割れた音がして、ここや思って、でそのままやって言って動くな、はい、今から俺がそこ行って、あのもう電気つけて掃除機でやろう言って、はい、ほんで待っとけ言って一歩目バリって踏んだんですよ、あらー言ってこけて柱にドインと頭打った瞬間に上げたことない悲鳴がダーって言うて、ほんでもう戦闘能力がゼロになって、おーおー言ってたら嫁がどないしたん言うから踏んだ踏んだ言ってたら、嫁が待っとけ言ってタン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 来て電気パンつけて足の裏バーン見たらおかきやったんだ。ほんまに痛かったのにガラス踏んだ声痛かったんですよ、あんたの仕事のことか考えてたのに、ほんで3日前から掃除しておかきなんか今までなかったのに、マジでびっくりするよな、絶対グラスや思うもんな、ほんま痛かったんです、泣きそうなぐらい痛かったのに、ノリみたいなのブワーついてあれはびっくりしました、かっこ悪いな、思い込んでるからめっちゃ痛い、めっちゃ痛かったです、2,3 センチ入ってるぞぐらいのこれぐらいのああおかしいね、あ、そうなんですか、そんなこともあるんでね、よっしゃ、はい、あのこれは僕が小学校の時の話なんですけど、小学校でほらみんなクラスで、うん、なんていうか校外学習みたいなんで、うん、映画見に行ったりする時ありますよね、うんうん、それであのタツノコ太郎っていう映画を見に行ったんですよ、お母さんが龍のすごい感動する話なんですけど、それを見に行ったらシートを最初に渡されるんですよ、それで映画を見てたら、そのシートに番号が書いてあって、例えば太郎がお花畑に行ったシーンは、一番をこすってくださいっていうのを字幕で出るんですよ、映画で。はい。それ一番こすって匂ったら、お花畑の、ありますね。匂いがするんですよ、お花畑の気する。はい。で、太郎がなんか、ウリを食べたら、また何番こすってくださいって出て、こすったら、ウリの匂いがする、で太郎がいろいろ苦労して、お母さんに会うシーンで、この池からガバーって竜が出てきて、太郎言うて、お母さん言うたら、その7番をこすってくださいって出るんですよ、もう佳境や、はい、で7番こすって匂ったら、めちゃめちゃ生臭いんですよ竜です、竜いや、ほんまです、ほんまです、うわ、竜の匂いはこんなの全然感動しないんですよ、ほんまかい、ほんまですよ、これまた嘘ちゃうか、嘘ちゃうの、ほんまですよ、嘘やろ、嘘やろ、ほんまです、7番忘れもてんの、覚えてんのは竜は臭いっていうだけですもん、ちょ、これ女の話しかしたらダメですよ、ほんまの話です、見ときますけど、タツノコ太郎忘れもしません、みんな生臭思ったんですか、みんな生臭思ったんですか、しますよ、さあ、まあねえ、こないやっちゅうは、ほんまこないだなんやけど、車で俺走ってたら、あの安田大サーガスの、めっちゃでかいヒロっていう、はい、めっちゃでかいやつが、はい、夜中にゲンチャリに乗って走ってたんですけど、はい、全然進んでなかったんですこの、はい、あ、こば、お、はい、
僕の今のマネージャーがですね、言葉遣いというか言葉のチョイスがちょっとおしゃれすぎて、うん、ちょっとイラッときちゃうとこあるんですよ。ただまあこの世界なんてあのスケジュールが入る、うん、でなくなるなんか、うん、まあこれしょっちゅうあることなんですけど、はいはい、急にちょっとおいしい仕事入った、うん、ね、これちょっと美味しかった仕事なくなったみたいな、うん、例えばこういう時もスケジュール帳パー持ってきて、うん、コバさん、いい知らせと悪い知らせどっち聞きたいみたいな言うんですよ。面倒くさいね、面倒くさい、面倒くさい、面倒くさいですよ。まあでも決して悪意があるわけでもなし、僕も実害を食らうわけでもなし、まあ別に怒ることもなかったんですけど、まああのちょっとした事件が起こりまして、まあある番組でゲストで僕が呼んでいただいたんですよ。でその仕事はそのマネージャーにとって僕にとって相当大事な仕事やと意気込んでたみたいなんですね。この仕事うまくいくかいかんかでこの玄道小林というタレントの今後は変わるって呼んでたみたいなんです。僕はそれ知らされてないんです、はい、だから普通にゲストで行かせていただいて、ほんでまあそんなね、まあ、そんなむちゃくちゃ意気込むわけいつも通りじゃないですか、まあやって、でまあ幸い皆さん結構笑っていただいたんです、はい、でまあ満足感持って楽屋に戻ったらですね、ガチャったけどいつもお疲れでしたっていうマネージャーがもう何も言わないんですよ、うん、ちょっとねもうこんな、うん、あれみたいな、おい、お疲れみたいな、うん、あの今だから言いますけど、コバさんね、うん、僕はこの仕事をコバさんの今後のね試金石と捉えてたんですよ、うんうん、これ言わなかったんですけど僕はこの仕事でコバさんに100点満点取ってほしかった、うんうん、でも残念です、うん、今日の点数発表します。何すかこれ、面倒くさいな。でも残念です、うん、今日の点数発表します、うん、120点ですっていう。そんな時僕は初めてやりましたって言ってました。結構面倒くさかった。面倒くさいな。でも悪意はないんでね。なるほど、面倒くさいな。はい、行きますよ、行きましょう、はい、はいはいはい、河本、はい、どういう話、はい、犬の太郎吉っていう話、まあ家族で犬を飼ってまして、おう、まあね、うん、楽しく過ごしてたんですが、うん、まあ親の関係で離婚することになりまして、お、うん、で、まあ僕らはおかんの方に、うん、お姉と3人でまあついて、うん、でまあ引っ越さなあかんっていう風になったんですけど、うん、その犬も連れてね行きたかったんですけど、引っ越し先が、うん、その犬は飼ったらあかんと言われて、うん、はいはいはい、そういうことあるね。でこれでお姉がブチ切れて、うん、その親の勝手な理由で別れたのに、うん、なんで犬まで捨てなあかんねんと、そらそうやな、それむちゃくちゃやでっていうことで、おかんと大喧嘩したんですよ、うん、でもまあ犬を取るか家を取るかってなったら絶対家を取らんとあかんわけなんで、まあお姉が泣く泣く、じゃあもうタロキチをもう捨てようか、もうこれもうしゃあないわってなって、でも3人でも大泣きですよ、もうほんまにもうこんなんで捨てなあかんって、犬の気持ちにもなってみたらこれえらいことやで、うわーって泣いて、でお姉がこう抱き上げて、でタロキチごめんねって言ってるんですけど、なかなかこう話せないんですよ。で大泣きで、でもこれ僕しっかりせんとあかんなと思って、うん、お姉ちゃん貸してって言って、うん、ごめんなタロキチって言って、うん、まあ山にそっと置いた瞬間、タロキチブワーッして タロキチが言ってもさ、そんな逃げたら悲しいな、悲しい、全く伝わってなかったよな、そのこっちの愛情、愛情は全く一方通行だったなあと思いました。僕ちょっと言い忘れましたけど、はい、同じ話を何回してもいいんですよ。同じ話を何回も、これがこの番組のミソなんですよ、はい、あ、もう一回してももう一回受けるというなら全く同じ話をしてない。なるほど、なるほど、はいはいはい、むしろもう一回聞きたい感じもあるでしょ。はい、そうですね、はい、あ、鹿島、まあ、5、6年ぐらい前の話でして、美容院にちょっと髪切りに行こうと思って、まあ、いつもお世話になってる中目黒の、はいはい、美容院一緒です、ふらっと予約して行ったんですよ、うん、ほんなら
松本さんが座ってて、ええってなって、あ、松本さんも来られるんですねって、いや、ちゃうねん、今日1本グランプリの収録やから、ちょっと気合い入れて綺麗な金髪にしよう思って、その前の晩に、なんかその海外から取り寄せたようなその、ま、金髪にするようなね、染めるカラーリング剤をこれ買うて、昨日家で一人で風呂場でやったんやけど、なんかうまいことムラができちゃってできへんかったから、ちょっといつも行ってる美容院行こう思ったら、それ美容院が休みで、どうしようどうしよう、でも本番が近いからどうしよう言うてたら、なんかマネージャーが芸人さんが結構行ってる美容院あるから、ここやったら融通聞いてくれますよっつって、今来たんやつって、 あそうなんすか、いやまあまあでも結構みんな切ってますから、ええ美容院ですよみたいな話をしてたんです、ほな美容院の人が来て、あのそのカラーリング剤で今日もお持ちですかつって、いや持ってきたんですけどこれなんですけど、結構なんかでかい歯磨き粉みたいなやつで、あこれね難しいんですと、これもう業務用のプロが使うやつやから一般の人が家でやったらもう絶対使いこなせない、すごいいいやつなんですけど、ちょっと分かりました、これをちゃんと使ってあの綺麗に染めるんで、もう時間もなさそうなんでもう 3,40 分で終わらしますみたいな感じで、あ分かりましたつって、で僕の予約の時間やったんですけど、あ川島かまへんちょっとあのさっき30分借りるわみたいな、あ全然構いません僕あと2時間ぐらいあるんです、ほんでまあ僕普通にスマホ持ってあのバーってやってて、まあ 2,30 分後パッと松本さん見たら、なんか紫の真紫のなんか絵の具みたいなベチャー塗られてて、で、え今どういう状態これ、あ松本さんも鏡見ながら、ん何これそれを刺した美容師さんが、いや違うんです、これあの薬の色なだけで、これを紫バッと塗ってシャンプー丁寧にしてドライヤーして乾かしたらふわっと綺麗な金色になりますから、ここでみんな家でやってビビって落としちゃうからムラになるんですよ、そうですか分かりましたつって30分経ったんで、ほんでそろそろもうシャンプー行きましょうか、紫の松本人志さんがふわって言って、でシャンプーガーッつって、で帰ってきたら紫なんです、真紫の松本さんが帰ってきたんですよ、もうつけてなーみたい、えと思って、めちゃくちゃ紫の松本さん帰ってきたじゃあもう強豪みたいな色紫中の紫で帰ってきたんですよ、ほんでドライヤーでふわーって返してきたらふわふわの紫になったんですよ、はい、和菓子みたいな、ええ和菓子みたいになって、松本さんがあれこれ紫ですねって言ったら、美容さんが焦って、あ、すみません、松本さんちょっと人よりちょっと色が入りやすいんで、ちょっと時間置きすぎました、申し訳ないです、ちょっとここからあの色を足させてもらっていいですか、あ全然あの金髪になるんだ全然構いませんみたいな、そこからなんか黄緑みたいなのをブワー塗らはったんですよ、で黄緑の絵の具みたいなガチャー塗らはって、でこれ黄緑やなって松本さんもこの顔になったんですけど、あ大丈夫です、あのすごく松本さん色入りやすいんで、さっきの紫にこの黄緑入れたらちょうど金になるんです、不安だと思うけど俺は信じてください、黄緑になるだけです、はいはい、でちょっと早落とします30分だけど15分で落としますみたいな、はいはい、あ分かりましたって黄緑になって、ほんで15分経ったんでそろそろ行きますってファッて、でパッて帰ってきたら黄緑になって、入るわ入るんですよ、おすんごい黄緑入るわ、でドライヤー入れたらもうデニス・ロッドマンみたいなふわふわの黄緑になって、これなんですのってずっと言ったんですよ、でいやちょっとすいませんちょっと待ってくださいみたいな、あの一回色全部抜きますもう無理ですこんなに入りやすい人知らないですみたいな、でちょっとあの色足せないで一回ブリーチで一回色抜いていいですか、でもう1時間ぐらい経ってんですよ、ほんでブリーチでわーやるんですけど、いたたたたたたいたたたってずっと松本さんがもう3回目やから、いたたちょっと痛いですけどねつって、いやすいませんもうちょっとあの最後なんとかしますんでずわーってやって黄色になってで色って帰ってきたらもうテニスボールなんて帰ってきてもうキンキンなんですよ、金髪が真っ黄色になって帰ってきて、でこっから入れますみたいな、いやもうちょっともうよろしいですみたいな、でいやでもこっからちょっと入れないと黄色なんでなって、僕も行かなあかん時間になったから、そうそうそう、すいませんちょっと松本さん僕言います、いやごめんな川島ってなって、美容師の人もいやもうすいませんつってまた来ますつって帰って行ったんですけど、結果めっちゃ気になる、どうなったんですかって電話する距離でもなかったから、なんか結果知りたいなと思ったら、最初に今日1本グランプリって言ってはったな、はいはいはい、1本グランプリのオンエア見たらどの色に染まったか分かるなと思って2週間後パッて出るんですけど、松本さんが綺麗な金髪になってはったんですよ、はいはいはい、成功しはったんやと思ったんですけど、わーって笑うたびに光の加減でちょっと青なったり緑になったり結果めちゃくちゃおしゃれなイルミネーションみたいな色中に残ってるな残ってたね、そこ
な現場を見ました。一部始終を川島に見られてた。いやもうあれは大変やったよ。なかなか川島にも待たしてるしな。いや申し訳ないなと思って、もうちょっと行かないとダメなんで行きます、料金はって言ったら500円ですって言われた。松本さん使ってるから500円ですって言われて、500円ってわけにはいかんからもうちょっと払いましたけどね。すごい腕のいい美容師さんなんですけどね。まあまあまあ行きます。放送はご覧のスポンサーの提供でお送りします。本当びっくりしましたね。はい、これあの高校生の頃の修学旅行の話なんですけど、あの僕今まで小学校中学校高校っていうのは修学旅行に行ったことがないんですよ、うん、で小学校の時はあの腕の骨を折ってまして、みんなの迷惑になるから行ったらいかんと、で中学校の時は前日あの張り切って長風呂してしまいまして熱40度出してまして風呂行ったらあのもう行ったらいかん言われまして、であの高校生の時にそのまあ中学校の時にそのまあちょっとグレてまして、もう高校行くつもりなかったんですけど、お母さん高校だけ出てくれっていうことで、あの高校のパンフレットで、あんた修学旅行行ったことないやろ、この福岡第一高校という高校は修学旅行がハワイよ、それは行きたいっつって、で本当勉強もしなくていいんであの行けるって言われたんで、じゃあ僕行くっつって高校入ったんですけど、で修学旅行楽しみにしてて、あの高校2年生のその冬修学旅行の前日にもう荷物も準備してもう待ってたわけですよ。であの7時に起きる予定やったんですけど、朝5時に母親に起こされまして、まさきって、でバッと起きたら2時間前やし、まだ暗いし、いやまだ早いやろっつったら、いや警察が来てる、はっつって、警察何っつってパッて見たら、本当にスーツ着たおっさんが僕のベッド囲ってるんですよ。これで、何っつったら、佐田まさきだなって言われまして、はいっつったら逮捕状だって言われまして、身に覚えないかっつって、いや確かにあるんですけどあったんですけど、ちょっと待ってくれと、あと2時間したら俺はハワイに行くわけやなんでお前その2時間前に来るかって俺行ったことない修学旅行で、いやそんなん関係ないと、荷物準備しろって言われました。いや確かに修学旅行で荷物準備しとったけどね、これはその留置所とか入るために用意した荷物じゃないの、ハワイに行くための荷物なんですよっつって、関係ないって言われて、その頃は未成年だったんですけど、玄関ですぐ手錠をかけられまして、今まで縛られて、いや面白いな、はい、本当になんか修学旅行行ったことないんですよ。はあ面白いな。いや面白い、すごい。オッケー、あー来ましたよ。あのうちの家ってすごい、こうさっきもジュニアさんおっしゃってたんですけど、すごい貧乏なんですよ、親父が小学校の 2歳の時にも出て行ってしまって、4畳半1間と3畳の部屋やったの、3畳はあの兄弟4人多いんで全部荷物がそこに入ってて、4畳半1つやったんですよ。でも子供の時からバイトさせられてましたね、ね、せめてあの節分の日に、はい、せめて巻き寿司を、関西ではあの巻き寿司をあの空に向かって食べ、無言で食べるっていう服が来るというの で巻き寿司をせめてその日ぐらいは食べようと思って、兄弟でこうバイトしておかんも出して、出し合って巻き寿司を5本家族分買ったんですよ。その時にたまたまあのガス代と電気代払ってなくてビターッと止まりましたよ、ね。雨天気止まった、ってなって、兄貴がろうそくを持ってこいって言って、ろうそくつけて、パーってこう、ろうそくつけて、おかんとか探しに行ったら、おかんがベランダ向かって思いっきり負けずし、無言で食べてた。めっちゃ服着てほしかった。本気や。こんな貧乏やったん？いや、ひどかった。便所にこれぐらい穴があったんですよ。それを直せなかったんですよ。だから座ったらここに穴がボンってあって、外から人がもう見える。外ですか。すごいな。はい。ほんでおかんに直せ言うたら、おかんが竹2本入れただけ。おしゃれにしてる。今スリップしてきたみたいな。今時のもんとあんまり。あ、そう。じゃ。やり、気になり、あ、僕ですか。はい。お、一発目。絶対来ると思う。僕ね、人力車っていう
会社の所属してるんですよ。まあもう本当小さい会社なんですよ。もう東高円寺っていう、もう芸能プロダクションでありえない場所ですよね、場所は。そうです、そこにあるんですね。で、それも社長はなんで引っ越さないかさ、自分家に近いからなんですけど。そういう社長がいましてね、あの人力車ってもともと結構あのすごいんですよ、あのそういうシティボーイズさんとかいたりとかね、 B21 スペシャル、結構あの有名な方が竹中直人さんもいて、ただみんなね辞めていっちゃうんですね、お前最終的に。でなんで辞めるのかなと思って、まあ、不思議だったんですね。それであの社長にこれも聞いてみたんですね、なんでみんなこうすごい売れてくると辞めちゃうんだっつって、ほんでなんで辞めちゃうか、じゃあお前知りてんのかっていうか、お前も辞めてんのかみたいなこと、いやそういうわけじゃないですけどみたいな話したら、社長曰く、なんでそういう売れた人辞めさすかっていうと、月1000万円以上稼ぐタレントのマネージメントの仕方がわからないって言うんですよ。やめてくれって言うんですよ、言い出したらやめてくれって言うんですよ、もう無理だと、お前は稼ぎすぎたって言うんですよ。そう、そんなつもりでお前取ったんじゃねえっていう。そんな稼がすよ。そうそうそう。取られた覚えない。そんなのなんのかな。楽しいな。ラッキーだね。ラッキーだね。そうね。おお、しました。得意。得意。はい。僕小学校の頃に、はい、コロという犬を飼ってまして、まあまあもういろんなものが混ざった感じの犬で、ほんまに。もうパッと見てあアホっと分かる犬なんですよ、で中型犬よりちょっとちっちゃいような犬なんですけども、ほんまにもうアホでね、いつも餌やるとここの距離感が分からんといつもペディグリーチャムを突き抜けてガーンってなる犬なんですけど、はい、で小学校5年の時にある日僕はコロ散歩しようと思ってバーって近所歩いてたら、僕が小学校1年の頃から大好きやったミキちゃんっていう女の子が偶然来たんですよ、ほんであんまり喋ったこともなかって、いつかちょっとこう好きやとかなんかいうチャンスを伺ってたんですけど、これはちょうどええわと思ってたら、ミキちゃんがあ犬やって言って僕の頃に食いついてパーッと来てくれたんです、であよしよしと思ってて、ほんならコロがミキちゃんが来るや否やミキちゃんの足にガーしがみついてブワーやってきたんです、うわやばいな思ってたら、そのねミキちゃんすごい怖かったんですけど、普通のもうこれじゃないんですよ、もうね本当に人間の足でも関係ないっていうぐらいの本気の本気のブーブラーって言って、ほんでミキちゃんびっくりしてもってキャー言って足をブーンと振ったんですよ、ほなコロあんまり起きないもんやからビューン飛んだんですよね、もうでも飛ぶ時ももうこのままブーブラーこんなブーブラー飛んでいきよって、横におった知らんおばはんにドーン当たって、当たるやいないや今度おばはんの足ガーン掴んでブワーって、さすがにおばはんはなんかあんまりあーよしよしよしなるほど、えらいもんや、いきます、およしよっしゃよっしゃ、僕ですね、はい、僕の後輩にザブングルっていうコンビがいるんですけども、まあ、他事務所のコンビなんですけども、彼らがですね深夜ファミレスで、ネタを作ってたんですね、で、まあ、彼らのコントっていうのはボケが理不尽な切れ方をして結構喧嘩になるみたいなコントが多いんですね、でその日もそうやって作っててお互い口で合わせたんですよ、でこう口で合わせたら結構集中してしまいまして結構声が大きくなっちゃったんですね、そしたら隣に座ってたスーツを着て帽子をかぶった紳士がいきなりダーン叩いて、お前らうるさいんだよだから、何こんなとこで喧嘩してんだよ、喧嘩なら外でやれよ、喧嘩だと思って、ああ他にもお客さんいんだろうが、ってもう二人もどうしていいか分かんない、あすいません、いい加減にしろよこの野郎つって、もう怒って立って出てこうとしたんですよ、で去り際にくるっと振り返ってずっとお前らの話聞いてたけどな、つってボケの子に向かってお前が悪いよ、そりゃ言うわ、そりゃそうですよ、リアルな突っ込む、理不尽なことしか言わないですからね、じゃあいきます、はい、おおしました、関根さん、関根さん、はい、あ、これ、はいはい、あ、カンコンって書いてある関根さん、テレビで、ね、
ケーブルテレビで、はいはい、あの見てて、で、あの今日から3日間無料放送ってあるじゃん。ありますね。ワンワンとかね。で見てて、はい、パッと見たら格闘技のシュートやってんのよ。おお、シュートが大好き。おお、つって、で桜井マッハ隼人とアンデンソシウバの試合なのよ。おお、俺これ痛かったんだよ。つって、今日無料だ、ラッキーラッキーってこうやってずっと見てて、強えなこのブラジル人。で解説者がボソボソボソってなんか、ああ、危ない危ない。で解説者がまたボソボソ、解説者なかなかいいこと言うなつって。結構分かってんだこの解説者、うん、もうで試合が終わって、うん、こういう結果だったのか、あそうかっつって解説席ポーンと映ったら俺だったの。でも分かります、格闘技って結構忘れるんですよね、見たカードを。で女房にいい加減にしてよつって、なんでこれ言ったんでしょっていうの。あ、2年前大阪行ったこれ。いやいや、もう全然見過ぎなんですよ。もう俺その時はびっくりした自分で、あ、俺っつって。こうやって分かるでしょ。でも興奮してっから。いやいやいや、そうそうそう。はい、始めます、スタート。よっしゃ来い、よっしゃ来い。よっしゃ出た。いや、僕33年間吉田優美容師やってきましたけど、今改めて俺は吉田なんやと思いました。まあ、あの僕おかんの話なんですけど、まあ、あの僕のおかんもちょっと変わってまして、はいはい、まあ、例えば僕中3の時受験勉強してる時とか、そんな周りは薄いと思ってないんですけど、自分気にしてカツラかぶって、はい、真面目な真剣なカツラかぶって、でコーヒーを置きに来てくれて、あれおかんカツラやなと思って、おかんが出ていこうとする時に、おかんなんでカツラやねんって言ったら、分かるかって言って締めていくようなおかんやったんですけど、そのおかんがちょいちょい今でも僕にあのメールを送ってくれるんですよ。で、あの生意気に顔文字を使ってくるんですよ、はい、で使う顔文字は2種類なんですよ、はい、あの絵文字じゃなくて顔文字の方なんですけど、あのこれとこうやつと、はい、でこういうやつなんですけど、その使い方をちゃんと使ってくれたらいいんですけど、なんか違うんですよね。例えばこの間来たんは弟ユージって言うんですけど、ユージ病気で入院した、こうって。あ、何やそれは。ほんで、え、何の病気やって僕も返信したら、肝臓の病気って聞いた。なんていうの、なんていうの、そうなんですよ、なんていうの、上から入れないでしょ、入れなあかん思てんのかな、若ぶりたいでな、ズラにしても。そう、珍しい。よいしょ。あ、東野。じゃあ新大阪のあの僕とおばちゃんの決闘の話を。大阪で仕事やってて、で終わりで、あの新大阪から東京に帰るんですよ、でまんまこうホームに上がったら、もうスタンバイして新幹線が空いてたから、でこう座ってたんですよ、グリーンに、10号車。ほんならなんかこうやけにまんまこう見てはしてんけど、ホームがちょっとざわついてんなみたいな感じはあったんですよ。でもこうまあ無視してて、なんならなんかね、出発に3分前ですかね、コンコンコンってホームの方からノックするんですよ、パッて見たらおばはんなんですよ。でおばはんがなんかそのあんまり声聞こえないんですけど、口動き見たら、さんまさん見てる、挨拶しなさい。なんでそんなことを言われなあかんねんよ。まあね、ま、自分の間で挨拶するよそんなもん。なんで急に君発信で俺が動かなあかんねん。それはさんまさん関係ない、これこれさんまさん関係ないと、俺とお前の戦いじゃん。そんなもん、うん、腹立ったから、うん、聞こえへんふりしちゃったんですよ、はい、ああ俺もそうするかな、はっって言ったら、うん、向こうが、うん、こんな中さんまさん挨拶。うわー、腹立つ、腹立つ、何やそのおばはん、はってやったんですよ、うん、もう一回ほんだら、うん、もうさあ挨拶えっ、わかれわかれワンノアワンノアワンノアって言ったら、やだなお前、こんなやったんすよ、おばちゃん一番失礼や、お前一番失礼やって、ほんでドゥルルルルってなって、ガシャーってなって、
で、おばちゃんも、もういいなって話を僕に対して、ちょっとこう、10歩ぐらい並走したんですよ。ほんで、静かにさーって。ほんで、京都ぐらいで自分の間で、で、おはようございますって。いや、そりゃそうやわ。そりゃそうやわ。ちょっとね、ちょっと。自分のおかんにも言われたら。確かに。おぉ、加藤。ザブングル加藤です。ザブングル加藤です。僕はあの、今もすごい貧乏なんですけれど、うん、昔は本当貧乏でして、世田谷区の三軒茶屋で、1万6千のところに住んでたんですよ。で、部屋の広さが3畳で、して風呂なし、共同便所、共同玄関、もう本当部屋の壁も薄くて、隣の人が刺した画鋲の先が僕の部屋に入ってくるぐらい、もう本当に見えない部屋。ほんで水道の蛇口もあるんですけど、水道の管がないんですよ。あの排水管がなくて、水を蛇口ひねるともう畳がビッタビタになるんですよ。なるほど。もうとんでもない部屋で、もう何なんだろうなこの部屋はと思ったんですけど、でも1万6000だったんで、まあ仕方ないと思ってたんですよ。で、鍵があの牢屋の鍵というか、あのピアノを開けるような鍵やったんですよ。もう今やゲームの世界なんですよ。おもちゃのような鍵でして、で、警察官にその鍵を見られて、うん、君ね、この鍵今日本で7パターンしかないよ。で、鍵って無数のパターンがないと成立しないじゃないですか。7パターン7パターンしかないと言われたんですよ。で、その僕の住んでる層が8部屋あったんで、うん、一軒一軒確かめていったんですよ。そしたら2階の奥の部屋が僕の鍵で開いたんですよ。それはパターンや。パターンじゃないパターンや。ああ。まさにやった。さあ、いきます。はい。おっ、博士博士。じゃあ僕から行かせていただきます。はい。僕はアントニオ猪木さん大ファンでね。あ、猪木さん。5年前にですね、2002年の8月に、あの K-1 ダイナマイトっていうのが、これ開かれて9万人の観客動員して、これはもう今までの史上最高なんですけれど、で、まあ、ビッグカードがいろいろこう出たんですけれども、一番の目当てはですね、地上3000メートルからアントニオ猪木がスカイダイビングで降ってくるっていうのがあったりしました。はいはい。で、もう俺は絶対見に行かなきゃいけないって、リングサイドを取ってですね、もうリングのもうすぐ横ですね。で、もう柵前ですよ。そこを取ってもう待ち構えてたんですよ。そしたら関係者に聞いたら、猪木さんは高所恐怖症で、もうとにかく嫌だって言ってると。それでしかも夜中にスカイダイビングやるっていうのは、暗闇の中に飛び込むみたいで、付き添いがいたとしても危ないから、これは危険だということで、もしかしたらハーレー・ダビッドソンで入ってくるかもしれないとか言ってて、どっちになるのかなと僕も思ってたんですよ。そしたら午後7時になって、アントニオ猪木のテーマが流れた途端、はいはい、今度はヘリコプターのがパタ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 って、頭上を見上げると、今度はもう猪木さんが飛び降りてきてるわけですよ。したらもう観客もうみんな大拍手じゃないですか。で、もう巨大スクリーンに、この猪木さんの顔がアップになった。なったなった。そしたら猪木さんの顔がですね、もう完全に目は飛んでる。顎が飛び出て。すごかった、すごかった。もう、もう、顎を潔むみたいな顔になってた。怖いんだ。目向いてるから。目向いてるから。それもパラシュートでこう降りてきてるんで、でも観客はもう大ヒーローですから、いいのーきー、いいのーきーって、もう5分ぐらいかけて、その大熱狂、大拍手の中を降りてきて、リングの横にザザザザッとついて、それでまあこれを取ってですね、こうやってリングのサイドをこう来るんですけど、その時の顔ももういっちゃってるんですよ。その時怖い。怖い。で、これリングに登ろうとした瞬間に、僕リングサイドにいたんで、猪木って言った時に目があったんですよ。その瞬間に、バカ野郎！なんで？なんで？応援したのに。ただ9万分の1ですよ。緊張ほぐしたかったんじゃないですか。で、俺そのまま失神して、それでまあリングの上で元気ですかって言った時、一人だけ元気じゃなかった。本人っていうか、もう本人はね、地上 3000m からもう怖くてホッとしたんでしょうね。でももうたまらんかったね。どっかに逃がしとって、バカ野郎。なんで俺だったのか、いまだにな。
対してのバカ野郎なんだろ、それは。じゃあ好きで見に行ってんの、見に行ってんの、行きます。どっか来ました、来た、はい、どうも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 、まあ、あの僕大阪からこの世界始めたんですけど、うん、昔ですね、まあ、関西で松竹と吉本っていうのはちょっと壁があった時代がありまして、でもその壁を払拭してくれたのがこのジュニアなんですけど、うん、そうですか。そうなんですよ、あのある二十歳の誕生日の時にもしよかったらこうへんって誘ってくれたんですよ。あ、もうそんな垣根をね、はい、取り払って、はい、ほんで僕はありがとう言って誕生日で行かせてもらったんです、うん、ほんで二丁目劇場いうの初めて入ったんですね、松竹芸人が、ほんでね、あの二丁目劇場の作りというのは舞台がありまして、2階に柵があって、うん、こういう、うん、そこに関係者とかが座って、ここにお客さんですよね、うんうん、ほんで僕その2階の関係者席に座らせてもらったんですよ。ほんであのライブが始まりまして、オープニング、ハイチェアにピンスポット当たったところにね、あのジュニアが入ってきまして、ああなんかあったで座ってね、後ろにアフロのおっちゃんがボレロを弾いてるライブなんですよ。すごいですね、はい、で俺が生まれた頃は言って1年1年、俺が3歳の頃は4歳の頃はって1年1年のヒストリーを20歳までの長いね話すライブなんですけど、まあもちろんドカンドカン受けてライブ終わりまして、エンディングにね、あの今日は松竹芸能からちょっと、仲間が来てくれてる TKO どうぞ言うて迎えてくれたんですよ。で2丁目劇場建てろってうわー降りていってあの舞台出たんですね。でまああのお話があって盛り上がったところでもう一人来てると、今日の俺の誕生日祝ってくれる、でジャリズムの渡辺や言うて、どこおる言うたら舞台の真上あたりにおったんですよ、うんうん、ここに、うん、でここやで言うて、ほなジュニアが飛んだらあかんで、それ絶対あかんで、飛んだらあかんでって言うたんですよ。ほんならみんなもう飛ぶなみたいなコーラが出てる。ほんで渡辺さんもおっしゃ飛ぶでとか言い出してバーン飛んだんですよ、その上から。ほんで舞台にドーン降りた時にボキッて聞こえたんです、確認おったんちゃうかなと思ったんですけど、渡辺さんプロです、もちろんプロです、バーン上がって立ち上がってうわ笑い取ったんですよ。で笑いを取り終えてライブ終わって大丈夫ですか、うん、大丈夫大丈夫言うて、それからまあ1週間が過ぎたんですね。である時僕番組見てたら、当時やってた八方師匠の、楽屋ニュースって吉本の楽屋ニュースをランキング順で紹介するって番組ありまして、それの1位をペラッてめくった時にジュニアの誕生日でジャリズム渡辺足の骨折るって出てきたんですよ。うわあれ足折らはったんやと思って、その時の映像がありますこちらですって流れたんですよ、うん、ほんでジャンプしてボキッと折れてる後ろで僕がハハハハ言って笑ってる映像が映ってしまったんです。松竹芸能の僕が二丁目劇場に立ってしまってるわけですよ。はっかんこれ映像オンエアされてもうたと思って、次の日案の定会社から連絡ありまして、うん、今すぐ来いと、会社に来いと。で僕会社行きまして会議室入ったら重役と部長ともう課長とかみんないててそこに座ると、そう座り、僕座らせます、昨日オンエア見たと、二丁目劇場で、映ってたのはお前かって聞かれた、うん、はい僕です。じゃあ一つだけ質問する、どんな作りやったって聞かれた。びっくりしてんの。どんな人もありたくないから、ないから。キャパシティはどれぐらいや。全部言うて僕そのとおり聞くなよ、いう話ですね。あそうかそうか言うて、ほんできた劇場こういう策ありましたからね。本当に、ああいうのそうなんや。まあ貢献者っちゃ貢献者ですね。じゃあいきます。
おい、よっちゃん。僕はこの前、ロケで、とあるロケで、ボルネオ島っていうとこ行ってきたんですよ。マレーシアとかインドネシア、あるうちのマレーシア領の方で、みんなスキューバに行ったりするんですけど、ボルネオ島はジャングルの山手の方なんですよ。もう山奥のジャングルで、本当に日本人なんか誰も来ないっていうようなとこで、で泊まるホテルがもうジャングルの中にボンとあるようなとこで、もうその辺に猿は出るわ、なんかノブタは出るわ、でも野生動物の中にお邪魔してるような泊まるとこあったんですよ。で1週間ぐらい行ってまして、でパッと見たらベランダみたいなところに露天風呂がついてるんです、部屋に。まあタレントだからスタッフさんよりいい部屋用意してもらってて、でまあ野生動物の鳴き声が聞こえて、真っ暗なんですけど、まあ一回は入りたいなって思ってたんですよ。なかなかロケが忙しくて入れなかったんです。で最終日結構早く終わったんで、あこの露天風呂入ろうって思って、真っ裸になって入ったんですよ、言うためて。な隣にもその同じようなタイプの部屋があって、西洋の白人の方がおっちゃんというかもうおじいちゃんぐらいの人が入ってたんですよ。でその人は海水パンツを履いてたんです。で僕がフリチンで入った時に、うわわわわみたいな顔をしたんですよ。ほんで俺は海外やからこれなんか法律とか知らないし、えらいことやって思ったら、その外人の白人のおっちゃんがバッと部屋に戻りあったんですよ。でこれはなんかフロントの人とかに連絡されたらこれ怒られるんちゃうかって思って、慌てて僕も部屋に戻って、でも海水パンツがないんで履いてたトランクスを履いてもう戻ったんですよ。ほんでこう入ってたら、今度はその白人のおっちゃんがフリチンで出てきたんですよ。まあアジアっていうことあって、お互いこうどっちが先輩か、はい、向こうの人向こうの人で、ああこういうルールだって思って。なるほどね、はい、どっちも正解しどっちも不正解なのか、だからまま入れ替わったまま、なんか気まずい感じで、はい、なんかいい話ですね。ただ悪者の人なんだ、奥ゆかしい。じゃあいきます。こちら、はい、今年の夏なんですけど、僕の奥さんのおばあちゃんが亡くなったんですよ、はい、奥さんのお母さんのお母さん、はい、で結婚して何回かお会いしたことあるんですけど、すごいおばあちゃんで、そのおばあちゃんがもうそろそろやばいみたいになって連絡が来まして、親戚中が集まったんです、病室に。でおばあちゃんこう呼吸器つけて、もう意識がないですみたいになってたんですよ。ほんならこうお母さん、うちの奥さんのお母さん、おばあちゃんの娘ですね、耳元に行って、おばあちゃん耳元に行って、カムカムエブリバーディっていう歌を歌い出したんですよ。それはそれお母さん何ですかって言ったら、ラジオの英語講座の第1回目ぐらいの主題歌と、主題歌だと、それ私が子供の時によく歌ってもらったの、思い出の曲なのって言って、本当にこう泣きながら歌ってあるんですよ。で僕らもこう囲んでる人らもこうなんかしんみりしても泣きそうになってたんですよ。それずっと本当に泣きながらお母さん耳元で歌い続けてたんですよ。じゃあ奇跡っていうか、おばあちゃんの目がパチッと開いて、あっなんかドラマ見たいって思ったら、うん、うるさいよー。それが最後の言葉だった。はい、聞き返さじゃなくて、はい、だからドラマみたいにならんわ。びっくりしたんです。お母さんもなんか照れて、何よみたいな。最後ヤヤギレ、びっくりしました。これはすごい話ですね。わかりました、いきます。いいね。有吉、僕ちょっとプロレスがすごく好きなんですけど、大仁田敦さんのことが当時高校生の時すごく好きだったんですよ。今は本当に軽蔑してるぐらいで全く好きじゃないんですけど、軽蔑してるじゃない、
いいでしょ。どうかしてたんだと思うんですけど。どうもしてないです。どうもしてないです。だから本当に大仁田さんがリング上から水を口に含んでふわーっと吹き出すやつを本当に清水だと思って嬉しそうに浴びてたりしたんですよ。それぐらい大仁田選手のことがすごく好きで、あの高校生の時にうちの町に来まして、それであのその当時ザ・シークっていうアラビアの怪人って言われる本当の悪役と対戦だったんですよ。それでまあそのシークっていうのはそのリンあの客席をもうこう徘徊してもう客を追いかけ回すんですよ。それで僕ももうね大仁田さんの力にちょっとでもなりたくて、学生カバンでねシークをね叩いてやろうと思って、でシークをねこうブワーンっていったらね空振りしまして、あのカバンの中に入ってた教科書とか全部ブワーッと出たんですよ。それでまあシークはもう それを見てもうパッと向こう行っちゃったんですけど、僕それ恥ずかしい、みんなの前でこうやってもう教科書こうやって情けなくこう拾ってカバンにこうやって詰めたら、あのリング上がすごいわーっと盛り上がったんですよ。何かなって見たらザ・シークが僕のコンパスで大仁田を血だるまにしてでももう今は全然軽蔑してない。なんでだよ。好きでいいでしょ。かっこいいだろ。好きでいいです。好きでいいです。悪いわこいつほんま。あら来た。おお。そうか。どうしようかまあな安心したとこやもんな、はい、軽蔑したからそうです、ね、そうやそんなこと言うから俺が悪口言ったから勝ちゃうからやあのこれもちょっとじゃあ軽蔑してるちょっと何かこれは軽蔑しやすいんですけど、うちの先輩の上島竜兵さんがいまして、あの人本当にお酒が大好きで、まあ、毎回もう泥酔して記憶がなくなるぐらい酔っちゃうんですよ。それで、まあ上島さんが行きつけのお店でボトルがキープしてあったんで、それを後輩と一緒に行って全部開けてやったんですよ。それでそのボトルにいたずら心で水をいっぱい水でいっぱいにしてやったんですよ。そしたら後日上島さんとそのお店行った時に、その上島さんは水のボトルをまた注文頼んで、それグラスに入れて、それ水割りで飲むんで水で割って氷を入れてらっしゃるんですよ。だから冷たい水になっちゃったちょっと匂いがついてるからなんですよね、こうやって飲んでも何も言わないんですよね。2時間ぐらいしたらベロベロになっちゃった。空気で多分ベロベロだ。空気で飲んでる人なんだなっていう。ベロ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 すごいね。じゃあ行きます。お風呂だ。バラキュー、ね、はい、僕これ最近のちょっと話なんですけど、僕朝から最近ちょっと銭湯に行くんですよ。なるほど。よく行く銭湯なんですけど、うん、街中にある銭湯で、うん、サウナによく入るんですけどね、うん、ほんならある日こうスーツ、三つ揃いのスーツを着た50ぐらいの方が入ってきて、東京の方で大阪に出張やったらしくて、東京弁で今からちょっと出張なんだよねみたいな話をされてたんです。皆さんに一人で来てあったみたいなんですけど、あそうですか、大変なんですねみたいな、珍しいこうなんかスーツで来たる人もおんねんなと思って、で脱衣場に出たらそのスーツの人が騒いでるんですよ。ないとない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 と何がないんかなと思ったら、どうやら脱衣泥棒が出たみたいで、スーツを一式全部パクられてたんですよ。スーツをだから商談でしょ。そんでその人ゴッて焦って、僕もあんまり遠く遠目で見てたんですけど、とりあえずバンダイのおっちゃんに怒ってるんですよ、なんとかせえと、スーツがないじゃねえかと。ほんなら僕のバナエのおっちゃんも、いやいやわしらはそれ知らんから、それは後で警察言いましょうかって言ったら、いや警察なんか行く時間がないと、全部パクられとると、どうしてくれって言ったら、そのおっちゃんもちょっとピリピリしだして、バナエのおっちゃんも、貴重品はバンダイに預けろって
書いてあるでしょと、うん、ほらその東京の人が今度また切れて、はいはい、スーツは貴重品なのかよって言い出して、まあないわな、スーツ預ける人とりあえずしゃあないから、そこの人のがあのバンダイのちゃかつパンツと、うん、シャツはあの下で売ってるやつこれ着なさいって、でいやこれじゃ行かれへん、そうだよ行かれへん、どないすんねん、どうするんだよって言ったら、バンダイのおちゃんがまた、うん、そんなん言われても、うん、うちどない勝負できへんと、ほんなら風呂を朝洗うこんなでっかい機械使うときに着るジャージをね、うん、おっさんが白いジャージの上下出してきて、うん、これって言ってたりまたそのおっさんがこれで商談いけるかよって思い出して1時間ほどごちゃ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 もうそこのバンダイのおばちゃんが見るに見かねて、バンダイのそのおっさんの毛布を出してきてこれで勘弁してくれってそのおっさんピッチピチの毛布でこうやって写真撮ってなんだよなんだよ、しがないなと思うですね、全部怒られたみたいで最高だったでしょ、怖いわ、怖いわ、落ちました、さあどうしましょうか、これ難しいとこやね、どうでしょう、我こそは、はい、いいね後藤君、あいやさ序盤にこうパンとねこれですね、相方岩尾君の話をさせていただきたいんですけど、本当にかわいそうなやつなんです、例えば道歩いてて、女の子が2人組ぐらいでこちゃ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 言うてるんで、うん、なよあんた行きや握手行っといでや、うん、あ岩尾もファンおんねや、うん、女の子が行きやあんたじゃんけん負けたやろっていうね、もうちょっと罰ゲームを扱いまあ、罰ゲーム扱いされるのは男なんです、まあ、顔も不細工です、うん、で何年か前からですね、うん、髪の毛が薄くなってきましてですね、すごい一時ハゲてたんです、今はまあなんとか努力して戻りましたけど、まあひどかったんです、まあハゲてました、でこれなんとか自分でも出せなあかんということで、中国にロケに行った時にですね、その上海の街で当時流行った101っていう、はい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 、ものすごい流行るという噂になったやつをあいつもう8本買い込んでですね、ほんでカバンに入れてこれ2本で持ってって計ボボなるぞということで空港行ったんですよ、ほんなら手荷物検査のところで向こうのそのね、税関の人がノーと、ダメだと、ダメだと、どうやら僕ら英語わかんないですけど、なんかこう引火性があるからダメだみたいなこと言うけど、これでも岩尾英語わからないですけどこれなんとかせなあかんからノーとNo! しかないんや。ニオヘアプリーズって言うて。頼んだ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 。そんなことをテレビで言ってたんですよ。言ってたんですよ。そしたら、岩尾君に一通の封筒が届きまして、これファンレターなんですよ。岩尾さんへと。で、開けてみたらですね、小学校低学年ぐらいの女の子からなんです、もう本当につたない字で岩尾さんへと、みんなにいろいろ言われてますけども私は大好きです、はい、これからも頑張ってください、そして、これを何かの足しにしてくださいって言って封筒の中見たら、紺色の毛糸が1本入ってますさあ、いきます、はいはいはい、よし、おー、わー、伊藤、伊藤、伊藤、なんかいいと思う、なんかいいわ、なんかいいと思う、そうですね、もう最初、じゃあ聞いていただきたい、私、結構マッチ大好きってあのいろんなところでずっと言わせていただいてるんですけど、本当に小さい頃本当にマッチさんのことが好きなもんで、そのなんていうの、好きっていう気持ちをどうやってその感情を表現したらいいかよく分からなくて、一回部屋でクラシックをかけてマッチさんのポスターを抱いて踊ってたことがあるんですね。社交、社交、社交、おいくつぐらいの時に、
10歳か11歳ぐらいの子ですね。でやっぱりなんか他にちょっと愛情表現がうまくちょっと思いつかなかったんで、それで部屋で踊ってたんです。でちょうどその頃キャンディーキャンディーとかが流行ってたんで、そういう社交会シーンとかそういうダンスシーンみたいなのがあったんで、あの好きな人とはダンスを踊るっていうなんかそういうイメージなんかあったよね。それで部屋で踊ってたんです、うん、そしたらあのたまたまなんか私に用事があって、あの父が部屋をガチャって、はい、ガチャって来たら、うん、あの娘がポスター抱いてくるくる踊ってるんで、うん、わっと思ったんでしょうね、はい、でまあそれを子供のそのファン心理だと思ってこう整理してくれたら全然良かったんですけど、なんかやっぱりこう女ってまあ娘ですし、あのこのまま行って大きくなってあの芸能人と結婚したいと言い出したらもう本当に傷つくのは目に見えてるし、諦めさせなきゃいけないと思ったんでしょうね。であの夜その頃私2段ベッドの上に寝てたんです、あの妹が下で私2段の上で、で多分高さがちょうど良かったんだと思うんですけど、あの私が寝てるところに父がやってきて、あのこうやって耳元で、お前はマッチとは結婚できない多分まあそうやって洗脳しようと、洗脳まあそうなのかな、ある日バッと起きたらちょうどお前はマッチだっていうとこを見ちゃったんで、もうショックでわーって泣いたことでその事件が発覚して、あの父が母にコテンパンに怒られた。コテンパンに。それも夢、自分じゃないわ。母親と親父の違いみたいなものがわかるね。わかりました。いいですよ。ありがたい話は。これ。いきます。あれ我こそはどうですか？我こそはいないですか？じゃあ行かせていただいてよろしいですか？コラーゲンハグ。あのうちのわはは本舗にはですね、社長の食べ始めという男がおるんですけども、以前僕食べさんに言われたのが、あのお前はネタを作れる器用なタイプじゃないと、で作れないのなら本当に体験しろって言われて、でそこからその食べ社長が新宿2丁目のゲーバーで働いてこいとか、まあ、全部本当に、まあ、いろんな体験をするんです。で何があったかを喋るっていうことを今僕やってるんですわ。であのこれ7年前にまた食べさんから言われた、その時の、あのテーマがあのヌーディヌーディストを体験取材してこいって言われた。ヌーディスト、ヌーディスト、服を着ていない、すっぽんぽんで過ごしてない。でもこれ本とか読むとエロとかではなくて自然に帰ろうとか、心の解放を訴えるとか、はい、そういう思想ではあるんですけど、そんなのをですね日本でどうやって取材したらいいんやろと、で一応検索してみると日本にも会員制のヌーディスト団体があったんです。でまたたまたまちょうど1週間後に小田原のある旅館をみんなで借りて、そのヌーディスト団体がオフ会を行うとか、でヌーディストのオフ会ってもうどんだけオフやねんと思ってもうすでにオフなのよ。でこれ興味があって、でしかも見るとあの非会員の方も参加かって書いてあったから行ったんです、はい、たまずあの10名参加者がいて、で30代から50代の方々、中には女性も3名いるんです、で行って何するかってもうまずほんまに脱ぐんです、まあ、そうやな。でそこからはずーっと一日中みんな裸で過ごすんですよ。そのこれがもう僕らがしたら驚きの連続で、でパッと見ると本当にあのすっぽんぽんのおっさん二人でですね、裸やのにそのこと全く触れずに普通に卓球やっとるんですよ。もうそうなってくるわね。ちょっと突っ込みそうになるんですよ。おかしいやんと。そうか思ったらまた晩ご飯の時はみんなで集まって、でご飯食べてるんですけど、そこのホテルのおかみさんは普通の方なんで綺麗な和服を着てるんですよ。で綺麗な和服姿のおかみさんがすっぽんぽんのおっさんにこうビールついたりしてるんですよ。これもう変やな。でも一番びっくりしたんがその参加者の一人のおっちゃんなんですけど、まあそのおっちゃんもここバン出してるわけですよ、でもそれにはこっちもだんだん慣れてきます、あここはもうそういう団体やからそうなんやろうなと、でところがちょっとびっくりしたんがここを隠してないんですよ。ここを隠しておっさんがですね、爪楊枝使う時に口元だけ隠しようと隠す優先順位間違うとるよ。
の人間の心理ってそんな状態でもやっぱりこんなのあんやなって勉強したっていうことですね。いや素晴らしいね。まだまだありそうですね。いきます。はい、星来ました。どうする、挙手、挙手いっときますか。はい、おー、はい、後藤行きましょう。後藤、いや、そこの間なんですけどね、うん、まあこれこんお前さ、それ本番前に練習してたから悪気まうわ。こないだなんですけどね、こないだなんですけどね。ほんまやろ。いや、それはやっぱ練習しとかないと、それ温めとかないとダメでしょ。はい、ね、ね、改めて、いや、こないだなんですけどその、まあ、コンビの存続にも関わることが起こりまして、ちょっとね、ロケに行ってたんですよ、はいはい、でロケに行ってまして、ちょっと待機しといてくださいということで、フットボールアワー、まあ、タクシーの後部座席で2人並んで、待機してたんですよ。ほんで、まあ、時間は夜です。もう真っ暗なんですよ。ほんで、運転手さんもどっか行ってまして、車の中は二人きりなんですね。ほんで、まあ、コンビで喋るのもあれかなと思いながら、ちょっと気まずいのもありながら、ずーっと外見てたんですよ、僕。ほんで、向こうからなんか、おじさんが一人歩いてるんですよ。まあまあ、歩いてる人別に見るじゃないですか。で、こう、見てたんですよ。歩いてはるわ、思いながら。ほんで、おじさんがこう、近づいてくるんですよ。ほんで、なんか来はったな。まあまあ、もう知り合いでもないし、こっちに来ることはないやろ、と思ったら、こんな感じの形相でこっち近づいてくるんですよ。おこっつい柄悪いよっちゃんなわけですよ。でわー来て、ほんでちょっとだけ窓開いてたんですけど、コン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 って僕のとこ来たんですよ。はい、おいね、お前今見とったな。お前ね、わしのこと今見とったやろって言うんですよ。いやいや、見るも何も歩いてはったからまあ見てたかな。見てたと言えば見てたけども、じゃあ見てる、ね、お前舐めてんのか。お前なんかテレビで見たことあんな。あ、お前調子乗っとんのか、お前さっきからガン飛ばしやがって。わわわわ、いやいや、そんなつもりないですよ。お前なんか降りてこい、ええか、ちょ降りてこい、お前。いや、僕もこんな言いがかりなんなんで、わかりましたよって言って出たんですよ。ほんなんもうめっちゃでかいおっちゃんやったんです。こうしてたからわからなかった。こらあかんと、こらあかん、もう胸ぐらつかまれて、あ、こら負けると。ちょっと待てよと、相方がおるやないかと、相方の岩尾が助けてくれるやろと思って、頼む岩尾と思って岩尾パッと見たら、手の震えを利用して雑誌の袋閉じ破ってた。なんで向こう向いたまんまですよ。何にもしてくれ。腹立つわー、ボケあいつ。そう聞くわな、ちょっと、ね、お前も大変やなみたいなこと言われて、なんとか、うん、あ、そうそう、まあ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 、いやらしいっちゃ、怖いですよ。怖い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 。いきます。お、西尾、はい、お願いします。僕ババアが嫌いなんですよ。ババア、ババア、あのババアっつってもちゃんとしてるおばちゃんたちはいいんです。自分を出すすごい、マナー違反のおばちゃんをババアって言いますね。はい、僕夏暑い時に電車乗ろうとして、でもどうしても座りたいから、まあ、あの乗車位置に並んでたんですよ。でみんなちゃんと並んでるんです。でも待合室クーラー効いてて、そこに行きたいけどちゃんと並ぼうと思って並んでて、で間もなく電車来ますって言ったら、乗車位置と乗車位置の間に待合室からババア出てきたんですよ。なるほど。そこに立ったんですよ。うわっと思って見たんですけど、もう瞬間にこのババア何するか僕分かったんですね、もう電車の扉が来る時に同時にその扉についてきて、ふわっと来て開いた途端乗ったんですよ。で僕も一番前だったから座ろうと思えば座れたんですけど、もうこれ座らんとこうと思って言ったろうと思って、おばはんの前立って釣り革掴んでこう前かがみにして、え、なんで横入りしたんですかって言ったんですよ。そしたらもうババアがチラ見してる、えみたいな、横入りなんでしたの、ようしますね、そんな、みんなすっげえ暑い中並んでんのに、なんで横入り、ようできますねって考えてた。そしたら、まあ、まあ乗った人たちはみんなよく言ってくれたみたいな、こういう感じなんです、雰囲気が。でもそれが分かったから、もうどんどん言うだろうと思って、え、
父言ってんのに恥ずかしくないですか、モラルないんですか。いやいや、そんなんもうびっくり、僕自分の親やったらもうこんな恥ずかしくて絶対無理ですよ、これが親なんてなったらつって。いや、しかもモラルってもの持ってほしいんですよね。それもう60ぐらいじゃないですかって、まあ、見た目45ぐらいだったんですけどちょっと上に行ったら女の人ってうーってなる、ほら、まあ、回し行きたいの分かりますけど、そんな用できますねって言ってたら、もうさすがに電車乗ってられないと思ったんでしょうね。もう次の駅降りる駅じゃないんですけど、バン立ったんです。で立って俺のことをバンって押したんですよ、うんって言って。でもまあまあ別に最後の悪あがき、負け犬ね、負け犬の逃亡やと思って、まあ別にええやつって言ってた、押されたったんや、押されたったんです。したらバンって押したんですけど、夏ですげえ暑かったんで、僕びしょびしょだったんです、 T シャツが、うんって押したら、うわ汚いデブだからすごい汗が、うわっ臭い、デブの汗って臭い、ピシュッ、うわしまったんです。えっと思ってパッと見たら、それまで拍手だった人らがなんか、うん、ってなってるんです。だから僕も次の駅で降りました。もうやめや、もう言い過ぎやって、いや言い過ぎやって、ダメじゃないですか、そういうおばはんは。途中でその言われてるおばはんの顔がもうサガネに見えてしょうがない。あ、そうですか、わかりました、いきます、よし、おー、渡辺直美、うわー、はい、一発目、はい、一発目、私がモノマネ番組に出させていただいた時の話なんですけど、モノマネ番組で山本リンダさんのモノマネをすることになって、でモノマネの芸人さんって結構研究して声真似たりとかするじゃないですか。でも私そこまでモノマネできないんで、歌とかダンスを誇張してやるみたいなのをやってたんですよ。でその練習の時もダンスの先生も、まあ直美はまあダンスとかを誇張してやった方がいいねみたいな話をして、やっぱそうですよねっていう話してて、で本番当日もちょっとなんかお腹出すような、ちょっとなんか可愛らしい感じのこのふざけれるような格好で、あのやってたんですよ。で当日ももうすっごいいろいろ誇張して、歌もダンスも誇張して、で歌い方も生きているのが好きなのさみたいな感じで誇張してやってたんですよ。結構誇張してやって、はい、でバーンって終わったらまた曲が流れて、後ろからタンガスがプシューってなったんですよ。でえみたいな感じでパッて見たら、山本リンダさんが本人登場。あ、ご本人登場。でもタンガスの中でルルルルッって本人が一番誇張してたんですよ。追い抜いちゃって、私よりも一番誇張してた。すごかったんですよ、本人が。歌い方も生きているのが好きなのさめっちゃ誇張してて、誇張してて、しばらく見ひん間に、だからすごく恥ずかしかったっていう話です。控えめんなと思ったら逆に見てないみたいな感じされちゃったっていう。まあ、まあ、いいんじゃないですか。これだいぶ皆さんご自宅にできますよね。あ、こんな感じでいきましょう。1回続けるっていうことで、あ、近い、はい、3年ぐらい前ですかね、あの僕足を骨折して入院したんですけど、でまあその入院中は、まあ、たくさんの方見舞い来てくれるじゃないですか、まあ、スタッフさんだったり、まあ、同業種の仕事の方とかいろいろ来てくれるんですけども、まあ、その中にうちの相方の鈴木も来た日がありまして、でまあコンビですからマンツーで会うのは恥ずかしいみたいなんで、後輩3人ぐらい連れて来たんですよ。でまあ俺も一応お前は来んでええわみたいな、なんでだよみたいな、ちょっと軽いやり取りもしながら、で後輩たちがなんかこう見舞いの品みたいなんで、これ面白い映画の DVD ですとか、で他の後輩はこの漫画読んでみてくださいみたいな、ちょっと使える系ので、うちの相方はなんかこう本屋で買った紙袋みたいなのをバー出してきて、これは今必ず読むべき本だ、この時じゃない時に読まない方がいいみたいな、すげえちょっと強めの振り入れてきて、でバッと開けてみたらなんか足つぼマッサージの本なんですよ。で多分なんか今そんなところじゃないわみたいなことを突っ込まれようとしてんでしょうけど、その立てすぎた振りも腹立ったし、で足つぼっていうからにはまあ俺片足は
骨折してるけど片方はいけるから押して健康にもなれるし、なんかこう微妙なラインになっちゃうし振り切れない。そうなんですよ。だからもうまあ一応まあまあありがとうみたいなすかす方のツッコミしていやなんだよみたいなこと言われながらでまあいろいろ話とか後輩らとして後輩の近況を聞いたり僕の病院での出来事とかいろいろ話して1時間ぐらい経ってじゃあ帰りますわみたいな感じでみんなが帰り始めたんです。で後輩さんにバーって出て行ったらあいつ一人だけ残ったんですよ。でまあよずっと忙しかっただろうからよまあ、神様がちょっと休めっていう意味でわざと怪我させてくれたんじゃねえのみたいな。でまあこれから1ヶ月はよそのドランクドラゴンという看板は俺が背負って頑張るからよまあ焦らずにゆっくり安静にして治療に専念してってよみたいな感じのちょっとかっこよさげなこと言ってバーって出ていったんです。いやある程度寒いと思ったんですけど、うん、それよりなんかちょっと感動の方が大きくて、あこいつこんな一面あるんや知らんかったっていうのと頼りがいのある感じとか、うん、ちょっと男前のフレーズとかにちょっとうるっときて、うん、あーっとなったらツターッとこう涙出てきたんですよ、うん、あいつとく寝てよかったんかもなみたいな涙流して、でまあそこから1ヶ月、病室でずっとテレビ見てたんですけど、うん、あいつ一回もテレビに出てこなかった。あんなめっちゃええ言葉と看板どうこう言うたのに一ヶ月間一回もテレビ出てけ。まあなあ、こっちしゃべるな、急には無理やしな。そうでも俺が頑張らな思いました。水が水が水が、いやいいですね。来ました、あヤハギ来ました。じゃあ皆さん大好きな小木の話をちょっと。なるほど、やった。あ大好きでもないけど、ね、まあ小木ってね、うん、まあ本当にこう自分のことをよく見せようとか、うん、あそういう人間なんですよね。ちょっとこうまあ陽子さんがいるんでちょっと言いづらいところなんです。義理のお母さん。まあ、何しろこのすごいんですよ。高いことを言うというか偉そうにするというか知ったかぶりをするというか。まずこの業界に入った時もですね、まあ、人力車の芸人の中で一番初めにフジテレビのことを CX って呼んだのは小木なんですね。言いたいそういうやつなんですよ。使いたい、ね、そういうこと言ってカッコつけたがるんですね。でそれだから 2,3 年目の時の話なんですけど、まあ、そういう言葉を使うんですね。だから12時のことをてっぺんと言ったり、でも基本的にちょっとうろ覚えで間違えることもあるんですけど、ある日、人力車のライブが終わって、で楽屋からもうみんな帰ろうと思った時に、まあ、ある芸人が小木さんこの後何かあるんですかと、まあ、ご飯の誘いをしたんですね。で小木はねすごいこうやっぱり用事があったらしくて、カッコつけて、やっぱね、使いたかったんですよ。うん、ケツカッチンという言葉を。だから本人はすごいカッコつけて、俺ケツカッチンだからよって言って帰りたかったんですけど、うん、なんせうろ覚えなんで、うん、すげえカッコつけながら、うん、俺この後、後カッチャンだからよって言ったんですよ。駄菓子みたいな。かろうじて原型あんのかな。はい、でもさっそと帰っていったって話なんですけど、腹立つわ。あとが歩いていたかったね。うまかっちゃんっていうのもあるけどね。うまかラーメン、うまかっちゃん。はい、星出ました。これどうしますか。いいですか、その星いいね。ザ・漫才のチャンピオンがいただきましょう。 いいですね、今ノリに乗ってますからね。この後ザ・漫才チャンピオンの実力を見せつける。ひとし松本のスペラない話10周年おめでとうございます。10周年おめでとうございます。ひとし松本のスペラない話10周年おめでとうございます。はい、星出ました。これどうしますか。いいですか、その星いいね。ザ・漫才のチャンピオンがいただきましょう。 いいですね、今ノリに乗ってますからね。あのですね、うん、まあ、とある心霊番組に
出させていただいた時に、うん、楽屋でヤルセナスの中村さんって方がいらっしゃって、うん、でめちゃくちゃの霊が見える聞いたことある。でこれ本当に見えるみたいで、その時僕全然信じてなかったんですけど、楽屋でちょっと急にお前年上行ってるって言われたんです。年上の女性を、うん、でいやいや全然行ってないですみたいな。いや30代のね後半ぐらいのね女の人が見えんだよねみたいな、うん、でだ千葉の方に多分住んでるんだよみたいな、うん、で何言ってるんですかみたいなこと言ってたんですけど、一人その学園の中で青ざめてる人がいて、うん、それがうちのマネージャーで、うん、急にちょっといいですかっつって、うん、カバンから大量のファンレターを出してきて、実は村本さんには黙ってたんですけども、ちょっと悪質なファンレターがずっと届いてると、で内容がもう本当にあなたと一緒に死にたい的な感じの内容なんですよ、うん、それの送ってきた先が千葉なんですよ、うん、当たってるんですよ、うん、で名前とかね、うん、見たら、まあ、年齢も書いてたんですけど、うん、37歳の、もう全部当たってるんですよ、うん、でおそらくこの人が生きようとなって僕のところについてると、うん、でその時たまたまのディレクターさんがいらっしゃったんで、うん、よかったら番組でそれを喋ってくださいって言われたんで、うん、あいいですかっつってもう喋ったんですよ、うん、でそれからもう舞台とかどこでもうわ喋ったんですよね、うん、で結構名前とかまでちょっと言う感じで喋ったんですよ、うん、皆さんお客さん食いつくんで、うん、でそれぐらいから急に僕はツイッターをやってるんですけど、ツイッターでなんかちょっと悪質な僕のことを攻撃するツイートが増えまして、うん、それはなんか誰かをフォローとかしてるわけじゃなく、うん、僕を攻撃するためだけのツイートなんですよ。僕はあの無人爆撃機って呼んでるんですけど、うん、攻撃してるんですよ、うん、で僕のファンとかにも攻撃してるんです、ツイッターで、はあはあ、ね、なんかあいつはファンに手出す最低のやつだみたいな、うん、僕はファンに手出してるんですよ出せんの、出せんの、事実を言ってるんですよ、ファンが、はい、そうしても、ファンが、最低だみたいなことで、どん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 こう、僕のファンをやめていくんですよ、こうしてる間にも、一人一人とファンは減ってるわけですよ、ね、僕が手出してるわけですからね、僕のいけすから魚は逃げていってるわけですよ、ね、そこで私は、その女に電話することにしまして、ファンレターに番号載ってたんで、生電話、生電話、ただ僕も若干やっぱテレビ出てますんで、僕の番号でかけてしまうと、やっぱね、ちょっと問題ありますんで、僕の後輩であの赤い自転車の宮田ってやつがいてまして、そいつがね、言ってる、そいつがね、売れてなくてね、これからも売れることがないので、そいつの番号でかけてやろうと。最低やな、いちいち最低やな。で電話してることにしたね、その宮田に電話かけさせて、僕、中目黒住んでるんですけど、中目黒の駅前に呼び出しまして、ね、全部この時間に下に待ってたんですよ、僕は。で、ちょっと後ろの茂みにちょっと怖かったんで、後輩10人ぐらい隠して、いざになったら行ってくれということで、結構多いな、おい、はい、待ってたんです、ずっと。で、その時間に来たんですよ、その女の人が。で、めちゃめちゃ可愛かったんです、あの黒木ひとみさんをちょっと若くしたみたいな感じで、でも怖かったんで、ドキ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 っていう恐怖のドキドキから可愛い人来たんで、なんか吊り橋効果でちょっと恋の感情に変わってきました、ね、ちょっと好きな、違うドキドキ、違うドキドキ変わってきました、ね、とりあえず後輩に帰れと、うん、10人の後輩に、後輩に帰るか言ってたけど、あとは任せてくれ、うん、で家に来なさいって言って、うん、その女の人に、うん、説教するぞって言って、うん、家に呼んで、うん、なんでそんなことをしたんですか、うん、って言ったんですよ、うん、だもう好きで好きでたまらなくてやってしまったんです、うん、で僕も、うん、僕も好きだと、僕も好きだと、うん、でお互いちょっと、まあ、その夜に、うん、まあ、結ばれたんです無人爆撃機で結ばれたんです、無人爆撃機に乗り込むことになりましたよ私が。でそれからもう37歳のこのね、やっぱこう、まあ、その魅力にどっぷりとハマってしまいまして、それからもう僕週5ぐらいでその人に電話するようになりまして、後半向こうが電話出なくなりまして、結果僕今着信拒否されてますおそらく今僕の生き量が向こうについてるんじゃないか、アホやなこいつ一発目にする話かあの短い間に最低がいっぱい詰まってしまってましたね、素晴らしいね、今さあ均等にねできるだけね、お高橋、あのまあ僕まあ普段コンビでやってるんですけど、ね、結構一人の仕事も、うん、ピンの活動もまあ多くて、うん、多くてっていうかもうほぼ会わへん期間の方が長い時あるんですよね、あるある、でこう僕
コンビなんですけど、うん、マネージャーからは、うん、お互いの仕事のやつが全部メールで送られてくるんですよ、うん、だから僕が何やってるか相方も知ってるし、相方も僕が何の仕事やってるか知ってるんですよね、うん、で僕大体収録が多いんですけど、うん、僕の相方何なんこの仕事みたいなのがあるんですよね、うん、で、いくびっくりしたんが、うん、あのスポーツジムのティップネス営業スポーツについて語るイベントですと、で出演サバンナヤギ中山きんに君ティップネスインストラクター笹井さんってなってたんですよ。誰と何の仕事すんねんと。すごい仕事。ほんならその当日の2日前ぐらいに笹井さんのスケジュール NG のためバラシになりました。誰のスケジュールでバラされとんでみたいな。笹井さんに振り回されてる。笹井さんでアウトなのか言って。で結構そんなのがよくあるんですけど、この間びっくりしたのが、僕テレビの番組大阪で収録やったんですよ、うん、でヤギ園田競馬場で、うん、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの、はい、愛犬と15分漫才って感じたんですよ。こんなことあるかと。ゆるキャラのちっちゃいおっさんと漫才だけでもなかなかない話だと。ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬と15分漫才。もう愛犬おることも知らんかった。何やこれと思って。ほんで僕相方に聞いたんですよ。これ何なんて言って。いや俺もわからへんと。でも多分、ちっちゃいおっさんに愛犬のゆるキャラがおるんやろと。なんかちっちゃいおばはんっていう奥さんがいたりとか、はいはい、ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬っていうゆるキャラがおって、そのゆるキャラと15分漫才するんやと思うと。でネタどうすんの。いや何にも決めてない。当日中の人とネタ作るわって言ってたんですよ。15分長いで。でもまあなんとなくいけるんちゃうみたいな感じだったんですよ。ほんでその日僕朝仕事も一緒やって、新聞にも結構でかく広告載ってるんですよ。園田競馬場15時サバンナヤギとちっちゃいおっさんの愛犬と漫才って、ちっちゃいおっさんそっくりのゆるキャラの絵が描いてあったから、あこういうことなんやと。ほんで僕普通に収録やって終わって東京に帰ってくる新幹線で携帯見てたら、ツイッターに僕のファンの方がそれ見に行ってたんですよ。ヤギさんがそのだけ場所で大変なことになってます。どうしたって言って写真が添付してあったんですけど、ゆるキャラでも何でもないこれぐらいの普通のパグを僕の相方が舞台でこう連れてる写真なんです。ゆるキャラのちっちゃいおっさんの愛犬って普通の犬なんて。びっくりして僕。ほんで次の日に相方にすぐ聞いたんです。あれ一体何やって。いや正直俺もびっくりしたと。相方さん入っておられますって言って楽屋通されたら、柱に一匹のパグが来た。で僕の相方の弁当を食うてるんですって。で普通怒るけど、まあこれもコミュニケーションかと思ったらしいんです。でこの犬と15分やってくださいって言われたんですね。犬と15分ってどうしようってなって、普通断るじゃないですか。で僕の相方はでもやれって言われてるし、やらなあかんと。で僕の相方が唯一思いついたネタが、わーって犬連れて行って、この犬天才犬なんですよ、1たす1はって言おうと。ほんなら僕の相方の想定では、ワン、うん、1個少ないわ、で、か、ね、ワンワンすごいでしょ、うん、か、はい、ワンワンワン一個多い、どのパターンでもいけると。資格なしやと。僕の相方の考えではどのパターンでもいけるぞっていうことで、パグ連れて舞台に出て行ったんですよ。ほんなお客さんはパグやん、ヤギさん連れてる犬やん、何これみたいな。で1たす1はって振ったら、パグが何にも吠えずにまあ、あるわな。はっはっ言いながら、ステージを走り回るらしいんですよ。だから、15分僕の相方は、1たす1は、1たす1は、1たす1はって尋ねてる横でパグが、はっ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 て言ってるだけの15分なんですよ。あまりの地獄絵図に、最後の2分大爆笑やったらしいんですよ。継続は力やな。ほんでさすがにそれ僕マネージャーに怒るやろなと思って、僕の相方もう犬とは無理やでって言うかなと思ったら、ちょっと今後
吠えへん犬はやめてや吠えたら OK なんかよお前